ミルクボーイの火曜日やないか。皆さんこんにちは、ミルクボーイ宇都宮です。こうです。 ABC アナウンサーの澤田彩香です。今日も3時までよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。なんか頑張ってなく映ってたかな。頑張りましょう。頑張れ。最後ずっと頑張れっていう。頑張ります。元気なさそうやったかな。ねえ、いやちょっと、はい、今日ね、駒場さんから、はい、ありがとうございます。ゆかよの、リスナーさんに向けてご報告がございます。はい、ありがとうございます。私第2子の女の子が生まれました。ありがとうございます。すいません、おめでとう。またこれ時間を使っていただきましてありがとうございます。虹のパパ、ね、昨日報告されてましたけども、はい、昨日ラジオでも言わせてもらって、うん、その後 SNS などでも言わせてもらって、今日でもみゆかよの皆さんにはちょっとお始めましてということで。そうね、そうですね、ありがとうございます。先週の放送時点ではどういう状況やったんですか。ね、いやこれね、みゆかよ先週の火曜日の、はい、来る前に僕は奥さんを病院に届けて、はいはいはい、頑張ってきてねと入院させてここに来たので、うん、ほなちょっといつ生まれてもおかしくない状態の、はい、ずっとです。感じですね。そうなんですよ。ですよね、選手特に。そうやね、だから5月からいつ生まれてもおかしない状況の中の一番いつ生まれてもおかしない状況が先週の火曜日で一番何の記憶もないんですよ。先週の火曜日、先週の病院に届けて大丈夫かな、だその入院したけど、まあ今日じゃないです、まあ多分その先生の体感的に、なるほどね、先週の火曜日の時点では多分今日じゃなく明日明後日ぐらいになるでしょうみたいな感じだったけど、でもそれは言い切れないですっていう感じだったから、まあそりゃそれは送り届けたもののそのままミルカヨ中に生まれてた可能性もあるわけやから。ほんまやほんまや、全然あんのよ。え、そんなもしさ連絡来てな、今から生まれそうですみたいな放送中に来てたら、俺多分先週どうしてたん、先週いつもよりトイレ行ってたと思うねん。ずっと携帯を見て、あ今、ね、ここの俺はこの部屋が圏外になるから電波が通じないので、はい、ずっとトイレ行って合間合間に、まあ、気になるわな、なんかないかなっていうので、でも、まあ、見るたびにあの奥さんの様子大丈夫っていう、異常なし異常なしっていう、直接ね、はいはいはい、まだ連絡できるから、だから普通に入院してるだけやから、あそうか、痛みもとりあえずその時点でなかったから、まあ連絡できるわけよ奥さん、ほうほうほう、まあ、暇やわじゃないけど、まあ久々にその2年間息子とずっと一緒におって、この息子がいない一日っていうのは久しぶりやな、うん、みたいな話を、まあ、先週の火曜日時点ではできてよかったなっていう、うん、だから先週生まれてた可能性もあってんけど、とりあえず火曜日は免れたっていう。あ、なるほど。でその週に生まれたんですけどね。いやだって打ち合わせ段階で先週、はい、あの本当気が気でなさそう感がすごい。サワディにも伝わってました。あ、ね、はい、こっちは知ってたからね。そうやね、そわそわしたな、ほんまに長い長い一週間で、だから今週はね、先週からの今週に向けて、はあ、よかったですよ。よかったですね。でもね、そう、女の子ということで、女の子ね、もうあのなんか僕にそっくりな女の子で、どんぐらい似てんの、その何が一番似てん、目、まあ目でも僕にというか、あの息子に似てんのよ、だから、あ、兄弟に似てる、兄弟そっくりということはもう僕に似てるわなっていう感じ。今時点では寝てる時間の方が多いから、その生まれたておっぱい飲んだら寝てみたいな感じだから、目をパッチリそんなに開けてまじまじと俺も見てないね、見れてないね、だから寝てるとこだけ見ると目の細さ俺やなっていう、その切れ長さというか、開けたらもしかしたらパチッとしてるかもしれんけどっていう感じで、へえ、やかな、なるほどな。でもほんまにね、なんか立ち会えなかったんですよ長男の時で、今回初めて立ち会ってめっちゃすごかったよ、すごい神聖な場所に行けたなという感じがしましたね。病院のその中の、あの同じ病院の廊下は普通やねんけど、なんかその部屋入ったとこからなんか、うん、違う、やっぱ空気が、空気ちゃうね、命のこう生まれるっていう感じと不安といろんなが渦巻いて、なるほどな。で廊下で待ってる時なんか知らんけどめっちゃ腹立ったんが、なんかポンってニュース、なんかネットのニュース入ってきて、うん、な、日本の出生率がここ数年でダウンみたいなニュースが、なんでそのタイミングで今入ってくんねんっていう、その携帯になんかムカついたな、あれ分かってるかのように、なんか出生率ダウンみたい なんかニュースAI がなんか感じてんじゃない、何遊んで AI がなんかおちょくってきとんなみたいな、なんかそのタイミングで来たりとか、なるほどな。でまあでもほんま感動、ボロ泣き、いや本当に、リスナーさんの皆さんからね、うん、すごい祝福のメッセージも届いてるんですよ。ありがとうございます。こちら、森口氏のラジオネームミルクばあちゃんさんから、ミルクばあちゃんね、祝駒場ベビー誕生ということで、駒場、さんパパ2の第2子女児のご誕生おめでとうございます。、はい、ありがとうございます。めでたい、
宇都宮さん風にって書いてますんでね突然の嬉しいお知らせに驚きました。駒場さんも分娩に立ち会うという得難い経験をされましたね。泣いている姿が目に浮かびますお兄ちゃん、ま、あの一人目のね、はい、子も、いつもと違う様子を感じ取ってお熱出たのでしょうね。あ、熱出た言ってたからな。熱出てね息子。でお兄ちゃんの赤ちゃん帰りもあるかと思いますので、これですよね。お兄ちゃんのケアもしつつ家族4人ですかね、はい、健康でお過ごしください。余談ですけども、はい、我が家の長男も次男が生まれた時はそれまで一人でできていたトイレをできないと言い出し、たまってちゃんになりましたよ。あるんやな。でも確かに分かりやすいそうです、ね、ところかもしれないですね。その甘えるというか、うん、甘えるねんなっていうのを言うよな。かまってよっていう。僕も今まで一人ずっと見てくれてたやん、注いでくれてたやん、まあ、そうやな。確かにそうや、急に何週間で、そうやね、妹がね、そうっすよね、生まれたから、あんねんな、接し方が変わると、うん、なんか目線が自分に向かない感じもねするでしょうし、なんとか振り向いてほしいって、ね、その全然いやらしい意味じゃなくて、母乳はもう飲まへんの長男は。ああ、もう卒入、もうおっぱいは卒業してる。とっくの昔に。そうね、もう、うん、もう2歳やからな。へぇー。ほな、その妹がね、その母乳飲んでんの見て、うん、それが蘇ったら、すごいことになるよね。って言うけどな、でもな。そうなの。うんうん。なんか、自分もその奥さんの服の中に入っていきたがるとか、いう子もおるっていう。てか、その最近やもんな。まあまあな。言うても。そうやね。ちょっと前の記憶が。だからその、ベビーベッドをこの設置して、うん、久々にこの、今も、息子は普通に俺らの3人のベッドに寝てたから家族として、うん、ベビーベッドはもう直してたんやけど、うん、ベビーベッド出して、うん、設置してんねんけど、その設置もなんか早めに設置してたら息子は何みたいな、なんか1ヶ月2ヶ月ぐらい前に置いてんけど何みたいな、なんか何これみたいな感じのずっと俺の使ってたやつ寝る寝るっていうね、そこで、でそこに入ってコロコロ寝んの、あららら、あと思い出してんねん、記憶があんねん、やっぱなんかその感じあるんやろな。いや、それもさ、そのやらしい意味じゃなくて、その母乳がね、やらしい、違う、気持ち悪いね逆にやらしさが浮き彫りになる、気持ち悪いですね、角度がこの記者聞きたいことがあるから、そのそ、ね、どうするんかなと、もし子供、もしお兄ちゃん、おっぱい専門の雑誌、なんなんこの記者の人、週刊、いやな、週刊乳房、週刊乳房やめて、養生みたいな感じで乳房っていうのやめていや、そのもしそんなんだってあかんあかんって言うても分からへんやんか、お兄ちゃんに、そのもしその赤ちゃん帰りをしたとしてさ、まあな、あかんで、そのもう終わったでしょって言っても、うん、なんでなんでってこうなるやんか、そのもっと離れてたらあれやけど、だからそこの引き離し方というか、もうなんかいろいろネットとか見て、俺も本読んだりあるんや、そういう本が出てんの、あるめっちゃあるでしょ、育児本なんか、もう山ほど、育児本の一個中であるんか、そう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 、はあ、だからそのベッドに、ベビーベッドにシーツとか敷いたりとか、例えば哺乳瓶出すのとかも、今日朝息子を保育園に送ってからやったもんな。事前に哺乳瓶が出てたら、これなんやっていう、その息子の感じに引っかかったら、今もう哺乳瓶で飲んでないから、普通にコップで飲めるから息子は。へー。だから哺乳瓶出しといたら、まあ洗って出しときたかったんけど、もう朝のうちに。でも、それを見たとして、あれこれな、何これみたいな、ちょっとでもなんか、息子の変な感じになったらあかんから、あ、確かに、送ってきてから家帰って哺乳瓶洗って干しといて、とりあえずそやな、それで飲むって言い出しかねへんもんな、もう不穏な空気を感じさせないように。でもほんま送って、だから昨日ボンカツでも言わせてもらったんですけど、そのママがいつ帰ってくるよっていうのはあんまり明確に言ってなくて、その退院できるかどうかっていうのもしっかり、で、もう正式にもう今日できるっていうのになったんですね、退院が、はい、うん、なので今日の保育園送って、うん、靴上履きに履き替えさせて、うん、もう保育園号の時に今日夜ママ帰ってるかもよって言ってきたんです。そしたらもうめちゃくちゃキラキラした顔で、うわーっていう、走って教室行ってたわ。普段やったらちょっとあーってなんか教室行くのもまだ離れたくないぐらいの感じなのに、もうキラキラして走って教室行って、やっぱ嬉しい、これは分かるんやなっていう、すごいな、ルンルンやね今日ね。ほんで人泣き、俺もまたさせてもらって、ほろりと、そうそう、園を出た後のエレベーターで人泣き、一日人泣き、人泣きさせてもらって。でもじゃあ今日退院される時に、そう、女の子赤ちゃんも一緒にお母さんと帰ってくる。そうです。おー、まずはお母さんと息子の対面をして、うん、でその時間をたっぷり設けた後に僕が
娘を抱いてこうあすごい、ね、入っていくというすごい一大イベントやこれは。これでもそうやね、だから、うん、こっちが考えすぎてる、昨日ねボンカツでも言ったんです、考えすぎてるかもなとも思ったんですよ、その息子は理解してるやろうとも思ったけど、考えすぎてるぐらいでまあええかと思って、うん、そうですね、そうそう、もう確かにミスったらかわいそうやし、うん、かなと思ったんで、まあまあそうしっかり作戦をちゃんと時間差でいこうかなっていう、そういうのも来てますよ、こちら、リスナーさん大津市のオレレオさんからも来てます、駒場さん奥さんおめでとうございま す, います、貴重な体験ができてよかったですね、本当にです、息子さんにメロメロな駒場さん、娘さんとなるとさらにメロメロになられるのは間違いないです、怖いです、息子さんもお兄ちゃんになる大切な時期、決してかわいそうではありません、一緒に乗り越えてください、ありがたい、赤ちゃんは今はまだわからないので、あえて息子さんを優先して関わってあげてください、はい、育児奮闘話楽しみにしておりま す, ということです、ね、そうなんですよね、ありがたい、そういう意見はありがたい、なるほどな、経験されてるのかな、う、うん、ですがその赤ちゃんの脳の片隅にこの記憶が残ってたらどうしようと僕は思ってますすごい、天才児で、私一回ドアの外置いていかれてたよなっていうのが、あ、置いたよね、なんかお兄ちゃんとママが最初会ってて、私はパパと一回外におったなっていうのが、うん、理解しすぎやろこの世、この世を理解しすぎだよ、どっかにあったら僕は怖いなと思う、ま、何日やねん 今生後数日ですけど、うん、前世の記憶みたいな、そう、なんかあの時一回なんか一回待たされたなみたいな、うん、が一個あったら嫌やなと思う、ちょっと大人になって言われた、怖い、それ考えすぎなそこまで考えてます今、なるほどな、そういうアドバイスも ね、まあ、ね、確かにお兄ちゃんになるための時間というふうに捉えたらかわいそうじゃないっていう、そうね、ステップアップやな、そうですよね、あとは、ひまわりひかるさんからもありがとうございます、ひまわりさんいただいております、駒場パパ第2子ご誕生おめでとうございます、ありがとうございます、当日出産を見て赤ちゃんより泣いてたパパ、赤ちゃんより泣いたね、一生懸命我慢してるお兄ちゃんのお話を聞いてめちゃめちゃ泣けたとともに、自分の第2子出産の時のことを思い出しました、娘ちゃんということは絶対に駒場パパ溺愛するだろうなと思いつつ、彼氏ができたり、うん、夜遊びしたり夜遊びピアスを開けたりとか、いちいち焼き餅しちゃいそうですよね、奥さんもお疲れ様でした、きっと娘ちゃんパパと結婚するとか言ってくれますよ、本当におめでとうございますということですね、そう、その問題もあるんですよね、でやっぱ息子よりもより考える、その未来のこともう考えてる、まあ、言ったらほんまに結婚してそれこそさ、それこそな、ほんまにそうやんか、そうやで、彼氏より考えるか、息子より、息子より考えるな、息子も俺息子にしては考えすぎろってくらい考えてたけど、あ、まあ、自分がさ、自分が男やからさ、うん、まあ、なんとか男の感じは分かる、ちゃんとせえよってその男の感じは分かんない、うん、異性の感じは分からんよね、お母さんから見た息子と娘とは違うんかもしれへんけど、そうですね、多分奥さんは息子がなんかあの保育園でさ、いろいろ先生が写真を撮ってくれてて、それをあのアップしてくれて、うん、これ買いますかみたいな、昔言ったら教室に貼ってあって遠足の写真、はいはいはい、これ買いますみたいな、今ネットバージョンでできるのよ、はい、保育園の生活の日々の生活を写真撮ってくれて、1番2番で選んでネットで検索して買えるみたいな、うん、それの写真をいつも買ってるんやけど、なんか息子がお昼寝タイムの時に女の子のほっぺたをこう触りながら寝てるみたいな、なんかその微笑ましい写真があって、それで奥さんがめちゃくちゃ怒ってた、何しとんねんっていう、だから奥さんは男の子に対してそのもうめちゃくちゃ嫉妬してるのよ、だから俺は何イチャイチャしとんねんこれみたいな、なるほどね、こう見てこの写真みたいな、うんうん、いいやんって俺は別に可愛らしいやんって思うんだけど、俺からしたらね、奥さんからしたらこれ、あ、これちょっとなんか何してんの、逆やったら怒るんじゃない、そのめっちゃ怒る、されてる娘さんが誰かにされてる写真、誰が触っとんねん、俺はそのなると思うそう、俺なると思う、だからその奥さんその時のめっちゃ怒ってたけど、いやそれええやん、そう可愛いやん写真としてって言ったけど、まあね、うん、逆バージョン考えたら俺めっちゃ怒ると思う、お誰、おや誰やこの前誰や話しとか、なんかな、要はあるもん、その幼稚園ぐらいでさ、いやあるよ、チューしてきたとかなんかそんなませてたらさ、あるやん、言ってくれたらまだやん、これ言わんかったらもっとで、なんかませてさ、こうなんかイチャイチャしてたらさ、いやそれ、いやいやいやで、どこで生まれて何日で、何日でしたっけ、まだ1週間経ってる、いやいやそんなイチャイチャさ、言ってくれた方がまだやわ、
ってくれほんまに。それこそほんまパパな好きやったらええけどやな。そう彼氏とかもいや怒らんから言ってくれと思う。俺はもうその別に好きな人ができたとかその、うん、まあ言わんか言わんすか騒ぎどうすかお父さんに言わんか。あどうやっとったらええとかある？その、パパがパパをずっと好きでやるためにはどうしてたらいいのか、距離をねいいぐらいに保ちたいのずっと、怒った方がええの言うとき言うた方がええのかとか優しくした方がええのかとか。でも私のお家はもうフルオープンなんですよ、うん、なんか彼氏ができたとか、うん、手つないじゃったみたいなとかも。それはお父さんにもってこと？でもそれが大体その、うん私姉妹なので、うん、母と姉と私が、そうか、そうなるよね。リビングとか、はいはいはい、ダイニングテーブルかな、うん、でこう食事後とかに、うん、こうわーって喋ってるのを、はいはい、リビングのソファーで父親がちょこんって座って、うん、なんとしなしに聞いてるっていう感じ。あーでも聞かれてもその女子さんには別にいいっていうテンションですもんね。そうです。パパ聞いてるからやめようとかじゃないですね。わーって喋っていいでわざとどう思うパパみたいな聞いたら、うん期間といてとか言うて感じやったんで、どうやってそうなったんですか。その空気その空気感どうやってやった。お風呂とかはこのやらしい話じゃなくてそのお風呂なん。そよくあるわ。何なんですかこの人。習慣日刊入浴の日刊毎日出てる。新しい記者日刊毎日出てる。いやその何歳までとかさベタにあるやんか。そんなんは。ベタにあるじゃん。でも入られすぎてもこっちがもう逆夜間とかもあるんかね。いやあのその育児法的にはどうなの。何やろ育児法なんか。いやいや分からん。そんな言うてもそんな変やんか。いやそうだからこっちが超えてまでとかって、うん、その男からしたらさ、うん、びっくりしちゃうやん。まあ、でも、うん、小学校低学年とかじゃないよ、ね、あまあねそうやね。まあ、でも私姉がいたから姉と一緒に入ったりとか、まあ、そのパターンはいいと思う。なるほど。そういう形になっていったと思う。そっかそっかそっか、うん、なるほどね、うん、だ多分楽やったと思う。その姉妹で入ってだからもう子供と今ずっと一緒に振られてるけどそう目を離されへんというかこのうーん絶対どっかで2年間俺ずっとシャンプーずっと目に入ってると思うからほんまずっと目開けてシャンプーしてるの2年間この息子生まれて一瞬でも目をつぶったら怖いからいつぶって言ってるかもしれんからそかほとんど全部シャンプー目に入ってるんだけど2人で子供が入ってくれたら楽になったと思う面もあるかもしれん。お父さんお母さんが、ね、子供ら入ってくれたらちょっと自分もゆっくり風呂入れるなとか、はいはい、特にお母さんとか特に湯船浸かりたいなとかで2人入ったら声も聞こえるし、ね、そうそうその感じも良さでもあるかもね。そうですね、うん、また変わるねこれ1人と2人やと。ほんでこれをちょっとおめでたい人もいますよ、こちらラジオネームでかしたぐっさんさんからいただきました、はい昨日のボンカタでも発表されてましたが駒場さん第2子となる女児誕生おめでとうございます。ありがとうございます、私もめでたく、令和6年6月6日666ですね、第一子となる男の子が誕生しパパとなりました。おめでとうございます。出産後に子供を抱っこさせてもらった時の感動と不安とワクワクが交差する今までに味わったことない感情になりました。奥さんは帝王切開での出産となったので、はいはい、駒場さんのように出産に立ち会うことはできませんでしたが、明日ですね今日くれてるんで明日、うんうん奥さんが退院予定なので抱っこの仕方からおむつ交換お風呂と、いいパパになるために頑張ろうと思います。これからも駒場さんの子育て話を聞いて勉強させていただきますということですね。でかしたねでかしたぐっさんさん奥さん、すごいね。そうだから一人目の感じとまたちょっとまたな、うんうん、ちゃうかもね。その俺二人目やから、うん、ちょっと微妙に先輩かも、うん、その感じ余裕的には。でも忘れたからそのもう最初の0歳の感じを忘れたからその不安はあるけど、まあ、あの1回一応一通りやったから、うん、その不安よりはまあグッサンさんよりもうちょっとあるかもしれんので。なるほどね。ちょっと慣れてるからなんかな、まあ、この感じあったなっていう。であんま間も空きすぎてないし。そうやねそうやね。ああそのままいけるか。何かあったら言ってください。何かあります？おむつ交換のコツみたいなやってるんですか？おむつ交換も今日からやね。だから退院してまあ息子の時はもちろん息子の時やってるから。だからそんまにおしっこに注意やね。ほんまにベタにあるんですか？そのなんかかけられたあるある全然ある全然ある、もうそれもほんま嬉しいよなんだこいつだって人泣き、ママの人泣き全然なんかカレンダー作ったし な, なこれで今日はこれで泣きましたみたいな。ほんまに人泣き日めくりできそうな人泣き可愛いね。それのないい、ね、それを
抑えるカバーみたいなのもあんねん、その売ってんねん。あーみたいですね。そうそうそう、おしっこを止めるカバーも売ってんねん。それかわいいね。へえ、それかわいいなとか。なるほど、ね、それも前整理して出てきて、それも人泣きやった。これもう今いらんなとかこれでもまた変わるやん、その男の子と女の子やからさ、服の感じとか。そうやね、だから今まで今あるおもちゃとかもまた変わってくる、うん、ほんまやな、遊ぶもんがちゃうやん。そうやね。はあ、なるほど。たまらんね。サワディはそうか、女の子女の子、お姉ちゃんやったから。そうです。でも姉とかはもう男の子っぽいとか、レゴとか ああいうのが好きで、私はあのシルバニアファミリーとかリカちゃんとかやったんで、全然別々のものを。趣味の違いもあるか、はい、あるね。なるほどな。だからシルバニアの赤いお家とかにレゴのすっごいカクカクした人とかが遊びに来るみたいな、はい、うん、その姉がね、まあ、それが嫌で。世界観がもうめちゃくちゃやもんね。可愛いとこに何してくれてんのみたいなのでよく喧嘩してました。ほんまだから兄弟喧嘩とかも生まれるこれからね、もうちょい大きなったらここでどっちの味方をするのかとかまたあれですよ。でもほんまに俺がおかんにだから LINE してた時に、うん、そ退院してくんねみたいな話して、うん、そのこういう作戦で一回まあ、お兄ちゃんはまた会って妹は会わせずにみたいな、こういう作戦にしようとしてるとか話をしてたら、はいはい、で俺はちなみに俺も僕は長男で次妹なんで、そう一緒なんよ、同じ2歳の差なんで、うん、ちなみに僕の時はどうやって、はいはいはい、あの初対面、うん、顔合わせをしてくれたんって言ったら、もうほんまにほんまに忘れたって言ってた僕はほんまに忘れてたほんま忘れるわ、あの歌も。忘れたなーって言って。なんか言ってなかった。なんか作戦練ってなかったんかいって。いや、ほんまに忘れたって言って。あれ、情報ないんですよ。ポカンが言うにはもう何もなかった。手がかりゼロ？そうやな。へぇー。だからそれぐらいのまあまあ、ことでも別に大丈夫っていうのは、まあ逆に、そんな気にせんでもというメッセージかなと思ったけど。なるほどね。そうやな。でも楽しみですね。そうね、こっからね。うん、あとは、大阪市の和夫61歳さんからもいただいております。ありがとうございます。小川さん第2子誕生おめでとうございます。リアルタイムで報告を聞かせていただき、あ、昨日聞いていただいたのかな。我がことのように嬉しく、うん、酔った、勢いでついこのようなものを書いてしまいました。シラフではとてもご覧いただく勇気も湧いてこないと思い、酔いが抜ける前に送りつけてしまおうと思った次第です。本当におめでとうございますということで、小川さんの似顔絵を書いてくださいまして、すごいね。めっちゃ上手なもんな。めっちゃ刈り上げまで再現していた。首の太さ、なんかこの肩幅の首と。首の太さとあと下の T シャツのこのラインまで書いてくれてて。すごいよ。あ、おめでとうございますって書いてて、小川さんが喋ってる感じで、赤ちゃんってハート。ハート。めっちゃハート飛んでます。めっちゃ笑顔ですね。似顔絵送ってきてくれてるよ。酔ったからっていうので、めちゃくちゃながら撮ったらめっちゃ可愛い。ほんまや。素敵。この花の感じ、何でしたっけ、何のイラストの感じやろね。このアニメでないですか、この花の感じの。この花に描くやつ。ありそう。この花に、動物みたいな花に描くやつ。丸というか、横台の花みたいな。キテレツ、キテレツじゃないか。なんかね、なんかありますよね。うん、ありがとうございます。でも私も駒場さんのイラスト描いたとき多分この花にした気がします。あ、なんかでかさじゃないんよ。そういうイメージなんです。でかさじゃないか。息子も娘もこの花やからね。絵描くとしたら。ああ、なるほどね。虹のってなるとね、ちょっとあれですわ。虹のパパやねってよくおめでとうってメッセージ言われるけど、虹のパパやねって言われたら自分ではあんま感じてなかったんですけど、虹、うん、のってなったらなんか一時のとまたちょっと。重みちゃうなと人のメッセージで思ったな最近。なるほど、ね、2児のパパは2児ベタな家族やんと思って、4人家族でと思って自分が、ね、だから3人って、はいはいはい、まあそのなんやろな、まあなんやろな、4人ってなんかめっちゃ家族やんっていう、まあ、どうなの、平均したら4人なんかな、うん、なんかな、というのを自分で思ってなかったけど人に言われて思いましたかね。どうなのその、まあ、でもマッチやからいけるか、2人抱えてみたいなよくあるやんか。二人かかやね。そうやね。やるし、なんかもうベビーカーに一人お兄ちゃんが立つ用のやつとかももう買ったりしたんやけど。二人押せる。もう買った。万全やんか。ベビーカーを、ま下の子が、まあ、ベビーカーの椅子部分に、まあ、寝転んで、その後ろにお母さんが押すとこの真下になんか立つ用の台とスケボーみたいなのがついてて、そこにつけれんのよ。ほんならそこでお兄ちゃんは立って乗れるみたいな。もうそれ乗ってくれたらええやけど、まあ、ベビーカー乗らんかったコーナーで乗らんかもしれんなとか言いながら、でもこういうのも楽しいですね。いいですね、選んでいくのも。いつでも泣けます。うわ、ちょっとまた泣いたら言ってくださいね。今日まず泣くやろね、対面した時。ほんまや、この息子がそんなんな気にせず今までのこう懸念してたん何やったんやぐらい、うん、
妹のなことを可愛がってたら、で多分奥さんも泣くと思うねんな、その息子と会った時もうめっちゃ会いたいって言ってるから、そこ見て俺まず泣くと思うねん。あ、そっか、うん、ほんまやな、その感動の再会、まずうん、奥さん見て人泣き、息子見て人泣き、で妹見て人泣き、うわで、お母さん見て、ばあば見て人泣き、うわすごい泣くよ。あ、楽しみです。すいません、いろいろありがとうございます。おめでとうございます。またいろいろ言わせてもらいます。はい、でも夕方に向けて作戦もね立てている駒場さんなんですが、はい、いろいろ、そこで今日のテーマメールは作戦を立ててやったこと、こちらでいただきたいと思います。あれやろね、プロポーズでもそうやし、まあ、そうやな、どんな計画、うんうんうん、作戦、うん、まあ、今立ててることでもいいし、そうですね、うん、現在進行形、成功失敗関わらず教えてほしいね。ぜひお送りください。メールは mb@abc1008.com mb@abc1008.com ファックスは 06-6451-1000。番組で紹介したお便りの中から抽選で番組グッズをプレゼントします。そしてこの後なんですが、1時20分頃からの今週はこれやがな、今日は漫才界が誇る超ビッグゲスト、オール巨人師匠が登場と。そうですよ、巨人師匠がたくさんすぎるんですよね。そうですね、巨人師匠が、その緊張感もありますし、そうなんですよ、ね、はい、楽しみにしたいと思います。どこに座っていただくんですか。宇都宮さんの隣、駒場さんの前。なんとか席替えをできないですか。席替え、シャッフル、お誕生日席もおかしいし。そうですね、そうですね、わかりました。ここに座って、いやでもほんまに漫才のこととかね、いろいろ聞かせていただきたいこといっぱいありますんで、お子さんのこととか聞いてみようかな、はい、ああ、ほんまやね、巨人賞の子育て論、そうですね、ほんまやん、あんま聞いたことないなと思って。うーん、ちょっとそういうのも聞いてみたいと思います、はい、なるほどね、いろいろ伺いたいですね。そして番組では X、旧 Twitter もやっております。ぜひフォローしてハッシュタグみるかよ、ひらがな4文字でポストしてください。それではミルクボーイの火曜日やないか、3時までよろしくお願いします。ニュースどうなってんねん、それは。このコーナーは金福明太パークがお送りします。1週間で起きたニュースをピックアップ、ミルカヨメンバーが一緒に考えるゆるめのニュースコーナーです。まず最初のニュースはこちらです。クレーム電話、 AI が怖くない声に、ソフトバンクがカツハラ対策。客が理不尽な要求をするカスタマーハラスメント、カスハラから従業員を守ろうとソフトバンクが人工知能 AI を使った技術を開発しました。電話でのクレーマーの声を穏やかなトーンに変えて、コールセンターのオペレーターの心理的負担を和らげるというもので、怒鳴り声がゲゲゲの鬼太郎の目玉の親父の声だったら怖くないのになと思ったのが開発のきっかけだったそう。言葉遣いはそのままですが、例えば女性の甲高い声は響かないようにトーンを低くし、怖く感じる男性の重低音は音を上げて柔らかく聞こえるようにするといった技術だということです。うーん、すごいな、すごい AI の技術、はい、AI を追いかけますねこの番組は。追いかけ続けています。だいたい AI のニュースは全部取り上げてますからね。 AI と万博はちょっと逃さず。あ、どう、あ、でもいいんか。うーん、そう、僕コールセンターやってましたけど。あ、あ、そうですね。どうな、腹立つもんなの、その理不尽なこと言われてるっていうのは。うん、なんかそのまあ僕はその芸人やからっていうのが一個あるかもしれない、まあ、ちょっと面白い、面白いっちゃ失礼やけど、うん、そのめっちゃ怒られるのもさ、なんでこんな怒られてんのっていう感じで、どっかで言えるかなっていうのがあるから、そこまでこの抱え込んでないというか、人に言えるんで、そう、ね、あれやけど、確かにちょっと生きられるというか、へ、うん、やっぱその面と向かってないから、僕も強気で来るみたいな、弱い人かもしれんのに。コールセンターの人はまあ言うても受付なんで、あくまでも、うん、悪くないじゃないですか。 そうですね、その人がなんかした、まあ、代表はしてますけども、一応でも対応するだけですよね。そのとりあえず内容をまず聞きたいのに、その感情がそこに入って怒り口調で来られると、とりあえず人に伝えなあかんのに、その苦情を、
メモリもできへんというか、分からへんから、何に、とりあえず落ち着いてくださいとか言うときもあった。あ、分かりましたので、お伝えしますんで、とりあえず落ち着いていただけますかとか、そういうのもある。黙れ、角刈りとか。いや、バレてるやん。なんで俺だけバレてんねんそれ。声でバレた。声で角刈りはバレないです。で角刈りちゃうしその時。そうだからそういうの。もう向こうはもうフルで来てるんや、うん、ボルテージが。そう。であとその電話番号とか聞かなあかんやん。聞くことあるやん住所とか、はい。聞かしてもらえますかって言ってもまあなんかねえねえみたいな早口で。わ。それがまた喧嘩なんのよ。えすいませんもう一度ちょっとゆっくり言っていただけますか。聞こえへんから。ほんでねえみたいな。おちょくってみたいな、うん、すいませんもう一度って言ったらなんで聞こえへんねんみたいな。もう聞こえへんのよそら。もう向こうも怒ってるし。で場所もなんかもうめっちゃ近い番地の前ぐらいから言うたりするの。さ近所に繋がってないと。まずそう全国の電話を受けね繋いでんのに。その福島の ABC やったら福島なんちゃらって言われてもさ分からへんやんそんな。そうやな全国の電話受け付けてたらあとかってのもあるからまあちょっと喧嘩になっちゃうのよねどうしてもこのうん。でもそしたらでも変な声にボイスチェンジみたいにされたら余計聞き取られへん時もあるかもしれへんよね。目玉の親父の声やったらちょっとちょっとな笑ってまう可能性もある。何笑っとんねん何笑っとんねんってお前何笑っとんねんっていうそれもなるからな。ずっと言われるからな。うん。そうですね。まあでもその恐怖を感じてしまう人からしたらまあいいのかもしれないけど。あとこれリアルタイムで変えられるってことですね。すごいこれは技術はすごいなと思いましたね。リアルタイムあそうかそうか。そうですね、うん、もう翻訳みたいなもんですね。こう喋、ってるのそのまま訳してくれるみたいなやつのぐらいの感じか、はい、同時通訳みたいな感じのイメージですね。あ確かにね。だこれ AI なんやっていう思うんだけど、これ AI なんっていう。でも学習をさせてるんですよね、その音声データを。声変えてるだけじゃないのって。ああ。そうだから AI もなんかよくわからんよね。そうそうそう。なんか携帯に出てくるのは AI じゃないやろ。そのよく調べてたものが出てくるのは AI の技術じゃないやな。あれは生成 AI ではないということでしたけど、はい。そうそうそう。なんか AI も言い方も変えた方がええかもね。広すぎんねんな。ロボットに頼ってる感がすごく出へん。あなんか前もテレビでやってたそのなんか婚活とかの相手の好みを合わせるのも AI が判断してくれてみたいな書いてんねんけど、まあ、ついその悪気ないんやろうけど、なんかロボットにこの預けてる感じがして、うーん AI 反対やね。あれあれろ。AI 反対派。AI の時代に。入ってるけど反対。いや、こういうのも、いや、その、いいんかもしれんけど、こういうのは一個あってもええんかもしれんけど、やっぱその、まあ、場合によるというか、このクレームもさ、ほんまに悪い場合もあるやんか。うん、まあね。うん。それをやっぱ聞いてあげるんは、この人間なわけやから。それが AI かも。そこの AI で分別したら、その、ほんまに悪いのか、イチャモンか。いや、もう AI には頼らん。いや、相手のことをこう、全部受け止めて、プロのコールセンターの方もね、それにちゃんとこう誇り持ってやってはる方もいるから、向こうの声変えてなんか変えるっていうのもなんかねどうかなと思いますよ。僕は結構うまかったんですよクレーム対応。あそうなんですね。だからなんかほんまに1時間ぐらい切られへん人がおると、1時間ぐらい怒り続けるからこの人のなったらもう大変やでみたいなのがあったんやけど、私15分で終わらせました。めっちゃ謝るからほんまに、すいませんって。とりあえず謝らんと、まあ、まあ悪かったらね、悪いと思ったから、すいません申し訳ないです言うときますみたいな。そのこ声でなんとでも、これがプロよこっちの、まあ、コールセンター側のプロ、怒りを鎮めてあげるっていう。うん、そんなもん AI に頼ってたらどうですね。しんどい人おるらしいね。そうですね。うん、まあね、まあ、助けになればいいのかなというニュースですね。1個あればね、1個あればいいのかなと、うんうん。では続いて参りたいと思いますね。続いてのニュースはこちらです。大和田信也76歳、ポケモン赤プレイ開始、相棒はゼニガメ。俳優の大和田信也さん76歳が10日自身の X と YouTube チャンネルを更新し、ポケットモンスターシリーズの1作目ポケットモンスター赤をプレイし始めたことを報告しました。大和田さんは2022年発売のゲームポケットモンスターバイオレットをプレイし始めてからポケモンにハマっており、今回1996年に発売されたシリーズ1作目をプレイ。
大和田さんは主人公の名前をしんちゃん、ライバルの名前を弟の名前であるバクに、相棒にはゼニガメを選び、以前に飼育していた愛犬の名前チコちゃんを名付けていました。あ、うん、すごいねこれ、すごいね。さっきね、ちょっと気になる、本当に YouTube 動画ね、今こう赤って最初のやつでしょ、赤と緑一番最初ですね。おもろいな、人影ゼニガメ今ね YouTube の動画が流してもらってるんですけど、大和田さんのめっちゃ作り込んではるね。その感じと昔のこのポケモンの映像がおもろいな。お前やな。でもなんか不思議だね、使ってそうやけどな。あら、ゼニガメっぽくないですかね。ちょっとこう、そう、自然っていうか、このいやいや、そのワイルドさやろ、そのヒゲ、自然っていう感じ。大和田さんのそのヒゲとか見てるじゃない。そうそうそう、ゼニガメ水の人じゃない感じするって思ったな。でもなんか土っぽくないですか、なんかそのいやヒゲの感じやろ、大和田さん。確かに今映ってるヒゲの大和田っていうのがね、なんかね、タータアからでしょ、ターが、ターが緑とか土を連想させるんですよいやそんな別にええやん、自由で。大和田のターさんがさ、緑とか土を紙使いたいんやから、そうや、草とか土とかの、ね、土系の感じあっとかなあかんの、名前とかに。そんなんで俺内海やからゼニガメとか、ゼニガメが一番、いや別にええやろ、その初期やからまあしゃあない、人影ゼニガメ不思議だねしか言ってないから。そうですね、相棒はまあしゃあないとしても、メインのデッキはやっぱ緑とか、そう、土系ディグダとかね、そっちで行ってほしい。いやいや、あとイワークとか、イワークとかいいですね。そればっかになるやん、固まるで。うん、あーすごい、あ、スーパーゲームボーイでやってはんねや、懐かしいな。スーファミでね、ゲームボーイができるやつ。はあ、なるほど。ポケモン GO ハマるのは分かるけど、ポケモン自体にハマってるのはなんかすごいね。しかもバイオレットから入ってっていうのもね。ちょっとこの YouTube めっちゃ見たいな。だいぶ気になります。そもともとのをやりたくなったんやな。同時にやりたいな。大和田さんと一緒に赤もう一回やりたいな。赤なんかもうだいぶやってないからさ。ああ、自分でもやって。自分でゲームボーイ買って。でもこの私オープニング映像今大和田さんの YouTube で流れてるんですけど。はいはい、めちゃくちゃ懐かしい、この懐かしい曲、そう、曲もでん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 、あれテンション上がったな。そうそう、うわー、もうこれ、うわー、これはイントロクイズできる途中で、みたいな、そうそう、ずっと見てたらな、海流かなんかが通り過ぎる、雲のところ楽にはそれね、レテテっていうね。名前変えてた、これ変えれんやな、変えれます。ゼニガメとか。わ、でも名前覚えてないな。名前覚えてないな、相棒。いけ、なんとかって。自分の名前とかにしてた、こういうなんかロールプレイングゲームとかでもさ、主人公の名前。いや、私全部違う名前。あ、それは人の名前？人の名前でちゃう名前？人の名前で、なんか海外の男の人の名前結構つけてました。え？そう、ジャックみたいな。かっこええ。ポールみたいな。そう、そういうのをつけてました。すげえな。名前じゃない、あえてというか自分の名前はちゃうなっていう感じ。なんか憧れがあったんでしょうね、海外の、ヒーローの。なるほどな。これ見よう、ちょっとこれ気になります ね。YouTube といえば私、あのゴルフ YouTube が始まってましたね。始まりまして、生まれてた。どうなるのかと思ったら、はい、再生数が300ぐらい、うん、まあ昨日でしょ。でもすごい、まだ分かんない、すごい恥ずかしいんです。いやいや、まだこれから、みんな見て、さまで見てくれた、サムネサムネ、サムネ見ました。いや、ちょっと歩いてただけやん。サムネって見たって言わへんやん。スクロールしただけやな。歩いてただけやん。そうなの、始まったんで。ちょっとスタッフさんがね、全部やってくれてるから。編集も。私は楽しんでるだけなんですけども。うん。ああ、でも本格的。そう。これは定期的に。これ全部もう編集もしてくれて。そうなのよ。毎週更新されるっていう。そう。もう一週行かなくやんか、ゴルフに。まあ一回行ってだいぶ取れるかもしれないけど。3本撮り、4本撮りとかして。でも結構な頻度で行かなくやんね。そうそうそう。真っ白の、あのウェアで決めてますんで、ね。角刈りゴルフ。ぜひちょっと、皆さん。そちらも。一人50回ぐらい見てください。お願いいたします。お願いします。ということで、以上、ニュースどうなってんねん、それは、でした。ミルクボーイの火曜日やないか。番組では、皆さんからのメッセージを募集しております。メールアドレスは、mb@abc1008.com mb@abc1008.com です。さて、ここからはリスナーさんから届いたメッセージを紹介するリスナーが言うにはです。今日は
作戦を立ててやったことをテーマにメールをいただいております。はい、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。岸和田市のフラワーバードさんですね。女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。中学生の息子の期末テストが月末にあります。はい、中間テストの結果が悪く一緒に勉強しています。なるほどな。テスト範囲を見るとアドバイスに〇〇の特徴と分野ごとの特徴を覚えると書いていて、うん、特徴というと私の中でミルクボーイさんの漫才しかないので、あ、その特徴教えてくれる。息子と勉強してる時に砂漠地帯の特徴を言うてみてよとか、うん、脊椎動物の特徴を言うてみてよなどと宇都宮さん役をしています。おこの作戦で少しでも楽しく内容が入ればいいなと思っていますが、うん、私が楽しんでるだけかもしれません。息子はもちろんおかんが言うにはと返してくれます。あら、いいですね、仲良し親子。めちゃくちゃいい。砂漠地帯の特徴を教えてみてよ。確かにこう説明そうじゃないことも言わなあかんからな。半分はそうじゃないこと言わなあかんから倍覚えなあかんの。違うねんなってなります。そう、違うねんな、水はあるらしいねんとか、今砂漠地帯違うかとかになってくるから。でもめっちゃ理解しとかんとできへんからね。でもこれは確かにいい勉強法かもね。なんかたまにあるよね、学校のテストで漫才形式で問題が出ましたとか。ミルクボーイの漫才形式。そうそうそう、結構 M1 直後とか結構言われたよ、先生が作ってね、問題で穴埋めしなさいみたいな。あ、うん、俺の説明のとこが、まあ言うたらその歴史とか、うん、理科とか、例えば ナポレオンやったらナポレオンでみたいな。ナポレオンはこうこうこうなんやからみたいな。うん、覚えやすいというか、いいフォーマットになってたんで、ね、勝手にパクるなって言いたいですね。許可してないぞ、怒ってたやん。そういうのあるらしいですよ。まあでも確かに知っとかんとわからんから。そうですね、うん、一緒に勉強やってすごいな。違うかの方をだから息子さんに言わせて、宇都宮君息子がやった方がいいんかな。お母さんが問題出題者として、うん、これこうらしいねん、あーなるほどね、これお母さんが俺役で、うん、駒場役として、うん、とこの特徴、砂漠の特徴言って、うん、ほな砂漠地帯やないかって息子が丸×として出すみたいな。なるほど。お母さん引っ掛けて砂漠のことじゃないことを言ってとか、そんな違うかとか。なるほどね。結構ちょっとお母さんの負担もすごい。ちょっとミスりそうな要素入れてみるかみたいな。めっちゃ台本としてちゃんと考えとかなお母さんがあかんけど、あ、まあそういう使い方もまあできる。まあ、でも駒場さんもゆくゆくね、こうやって一緒に。そうやね。いや、ほんまやね。勉強を見たりとか。うん。出てきますよ。小2、3まではいけるけど、そっからよね。小4、小5とかから。でも A4 で無理？だって。でも結構難しいんじゃないですか。さあ分数とかさ、分数ゴリゴリ出されたらもう結構わからんで。あと作図とかね、ああいうのとかもう何もできる気しないですよ ね、 でその辺の、まあ、そのおいおいしまた勉強しておきます。分からんからね。まだまだメッセージもお待ちしております。お願いします。よろしくお願いします。この後はお願いエンディのコーナーです。お願いエンディ、ミルカヨ未来のアイデア帳。このコーナーは未来にこんなアイテムあったらいいな、こんなサービスできたらいいな、そんな新しいアイデアをリスナーさんから募集、我々3人がいろいろ話し合っていくコーナーです。毎月一つテーマを決めまして、その日一番良かったと選ばれたアイデアは私サワディが責任を持って持ち帰り、 ABC のエンジニアである夫のエンディに提案します。さて宇都宮博士、今月のテーマは何でしょうか。はい、6月のテーマは掃除です。掃除の時にあったらいいなと思う未来の商品やサービスを募集しております。巨人師匠を意識した博士モード解除。ふざけてられない、ふざけてない、うん。もうもしかして来られてる可能性もあるんで。あれ何してんねんっていう、うん、あれさっきのなやって先を見据えております。はい、ね、はい、はい、掃除でいただいておりますね、はい、そして前回あれですよね、 BOI で、うん、
これってどうなりましたっけ、洗剤のやつ。もうこれも一応エンディにお願いしましたよね、その、ひまわりひかるさんの家のお掃除をするとき、はい、シンクの汚れならこれ、窓の汚れならこれとか、すぐ教えてくれるアプリを開発してほしいという、はいはい、それを選びましたね。そのアプリの、このサイトで買えるよという、そこまで飛べたりしたらなおかついいという、うん、あーすごいね、のがひまわりひかるさんのお悩みとエンディのお願いでしたけど、これもありましたか、エンディの。一応あの返事といいますか、もらってきております。こちらの実現可能性は今すぐできる、まあ、そうかです、うん、では読みます。ミルクボーイのお二人、リスナーの皆様、いつもお世話になっております。ありがとうございます。重曹やクエン酸といった多様な洗剤の使い分けですが、汚れが酸性ならば塩基性の洗剤、まあ、重曹などをぶつけることが基本になります、うん、ということは科学的なアプローチをするなら、汚れが酸性かどうかをセンサーなどで判定して、うん、それに応じて適切な洗剤をアドバイスしたり、勝手に洗剤を選択してくれるハイテクなスプレーなどを作る余地があるかと思います、うん、エンジニアとしての推しは、うん、やはりカメラの画像から適切なものを判定するアプローチです。そうよね。先週も大活躍してくれた生成 AI ですが、うん、最近はマルチモーダルといって文章だけではなく画像や音声といったデータも処理できますので、写真から状況を判断して水回りの水垢にはクエン酸のようにお伝えできると思います。で、間違った選択をしたら引き止めてくれるようになったり、口調も思うままに調整できます。うわ、ということですね。あ、すごい、あカメラでそれを見てカシャってこう撮ったら賛成かどうか、はい、はあ、すげえな。エンジニアとしての推しがあるんですね、やっぱり。推しがあるみたいです。エンジニア心くすぐるとこがあるんや、カメラでやった方がやろうって。そうやな、エンジニアとしてはそっちで、そうやな、賛成かどうかよりも、うん、はい、ことでしたね。まあ、できそうということではありました。お、賛成かどうかをまず見極めたらいいってことなんや、うん、なるほど、なるほど。それをまた言ってくれるもんよね、AI がこのセリフでね言ってくれたら。先週のあのお買い物のやつで、はい、背中を押してくれるか押してくれへんかみたいな AI ほんまに作ってくれたじゃないですか、はい、で僕らだけが試せるようにして、であれを家帰ってもずっと僕やってたんですよ、面白いから。めちゃくちゃ喜びます。例えば何円、サングラスとかでね、前やったらなんかこう、うん、何やったっけ、何十万とかのにしたら、まあ、高すぎるでとか言うけど、そうそう、何本までこの基準で高いって言うんやろうと思って、はいはい、この1万とかやってもまだ高いしみたいな、あの止める方はね、はい、言ってた。引き止める方な、2000円ぐらいのラインになったら、あの安すぎるのもちょっと良くないし、それやったらいらんのちゃうかみたいな、壊れるし、安いサングラスやったらすぐ壊れてまうでみたいな、そっちに変わんのよ。だから AI のこのボーダー、価値観のボーダーが分かって楽しくて、めっちゃ楽しんでくれて、あれなんか検索入れるとこってエンディにはバレてない、あれ大元のこのマザーのパソコンには行ってない。マザーのパソコン、作った人には行くんちゃう、そう、作った人やねんから。なんか俺とんでもないこと調べてもうて、そのえ、うん、だどんなぐらいあの AI が理解してるんかっていう、買い物のだないものないものまで言ったりしたよ、だから、うん、怖いな。例えば、あ、ほんまにこうマジでやらしい意味じゃなくて、はい、出た、ほんまにあのおちんちんの形の置物とか、そのなんて言うんかなと思って、ほんまに1年暇な人がやるやつや。なんて言うん、1年後暇やった時の AI なんて言うんかなと思って、おちんちんの形をした置物、1日ぐらいでやらんで、それほんなら1年暇な人は、ええやんええやん、おもろいやんみたいな。あったらこの映えるし、部屋もなんか盛り上がるでみたいな教えてくれて、ほんでその止める方はほんまにいりますかみたいな、あ、冷静、うん、そらそら、もうなんか彼女とか家来たらドン引きやでとか、あ、どう、そうやねん、どう、その分かってんねん、そのものってのが、ものがそんなないものでもそれ分かってんねん、いい、うん、すごくない、面白、それがエンディのマザーに言ってるかもしれない。今のが言える範囲やろ、言えへん範囲の検索したって。いやいや、怖いで、そんぐらいそんぐらい、え、いや、もうそう、だから俺だから何人かやってたから俺とはバレへんやろなと思ったりして、いや、いや、上野園さんもやってるし上野園さんが言うたことにしようと思ってたんやけど、私かもしれないってなってるかもしれないじゃん。確かに微妙に容疑かかる、容疑の、そう、容疑者になる、大丈夫かっていう、みんなに疑いをかけてるけど、すごいわ、すごいなと思った。でもそれでちゃんと理解してるんや、暇やってんな、その頃駒場さんはっていう、そう、ごめん、俺なんかもう俺がバタバタして相方のこと考えてなかったわ。そうやで、そこまで言ってたか、そうやで、いろいろ、うん、その
なスケジュール都合合わせてもらったら、うんうん、そんなことなるか。そう考える着物のこと考えてまうか。俺はその生きる死ぬの話やってたのに、そうそうそう、ほんまですね、病院で手に汗握ってたら、うん、そんなん検索したんや。ごめんごめん、そうさせてしまった俺が悪いわ、もうそこまで時間を作らせてしまった、申し訳ないわ。いやすごいなと思いました。ありがとうございます。アプリで遊んでくださって遊んでます。なるほど、うん、じゃあ今週もいろいろ掃除の、お悩みですね、はい、こちらは、ね、姫路市の盆栽のボンさんですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、今月のテーマはお掃除ということで困っていることがあります、うん、私には8ヶ月娘がいて毎日遊んでいるおもちゃを妻が毎朝除菌シートで消毒しています。休日には時間があれば私も拭くように言われているのですが、おもちゃの数が多く格子状のボールや鈴のおもちゃなど細かいところまで拭かないといけないおもちゃがあり、めんどくさくて全くできていません。全く。そこで夜になったら勝手におもちゃを集めてきれいに洗浄消毒してくれるようなものは作れないでしょうか。勝手に集めて、けしからんな、これ全くしてないのか。そうやな、細かいところはちょっと俺はあかんで、これ盆栽のボンさん、めちゃめちゃ吹いたで俺、めちゃめちゃ吹いたし、その除菌シートのなんか残りがちょっとあってもあかんのかなと思って、その後空拭きもしてたで。すごアルコールがなんかちょっとでもなんかノンアルコール使ってるけど消毒液みたいなついてたら嫌やなと思って空拭きもしたで。これって基本もう1日1回でいいんですか、朝拭く。確かにな、それはこう思う気持ちいいかな。別に1回でいいんですかとかない、何回でも何回でもいい、何回でもいい。でもまあ俺も1回で、夜にもう寝た後に拭いてこうそれを所定の位置に置くのよ。なんかほんまにトイストーリーみたいに見えてくるんだよ、そのおもちゃたちが。あ、動き出して、なんかありがとうみたいな。そうそうそう。そうなってくんね。で、人泣き。あれ。ほんまに。人泣きどころじゃ、一日人泣きじゃないやんもん。なんかありがとうって、今日も遊んだってくれてありがとうなみたいな。一日5泣きぐらいし。なんかそう見えてくんね、あれようできてるわと思って、トイストーリーのあの感じ。なるほど、ね。ありがとうってこう通し閉めたらなんかカランって言った気がしたみたいな。動く早いんちゃうみたいななってくんね。なのやってたけどな、これ。全くできていませんわ、盆栽のボンさん、これちょっとやった方がええな。確かにな。しかも集めてやからな、だから子供のためやから、そう、自分がめんどくさいじゃなくて子供のためやねんから、子供がなんかバイキン入らんようにとかするって思ったらめんどくさくないでしょう。すごいよ、集めんのも嫌。集めんのも嫌やねんで、盆栽のボンさん。そうやで、なんかその義務にしたら自分で入れるとこ入れるじゃないねん、これ。ね、集めてやってもらえるもんないですかっていう、子供がウェーってなったらあかんからな。ちょっとじゃあ盆栽のボンさん、これは頑張りましょう。そうそうそう、気持ち、アプリとかじゃなくてその娘を思う気持ちやから、気持ちの問題、娘の笑顔を見ましょうよ、掃除して。初めてのパターン。博士まで来ず、ちょっと熱くなってしまいましたけども。堺市のカップ麺評論家タウイさんですね、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます、お掃除についてぜひエンディに作ってほしいアプリがあります、うん、はい、そのアプリ名はお掃除 RPG というゲームです。お掃除 RPG はロールプレイングゲーム感覚でお家を掃除して、お掃除することで当然家はきれいになっていき、かつアプリのレベルアップ機能でまさにゲーム感覚でお掃除が楽しめるというものです、うん、まず最初の設定として、家の各部屋の画像をいろいろな方向で何枚か撮影し、うん、同じく廊下、お風呂、トイレなどの画像もアプリに登録しておき、うん、自分の家のレイアウトをアプリに把握させます、うん、アプリは AI に基づいてその日に掃除すべき場所をあらかじめ提案します。ゲーマー、かっこ掃除する人ですね、はその提案に基づいて家の箇所を掃除していくというものです、うん、そして提案された箇所のお掃除が完了するとゲームらしくお掃除ポイントがもらえ、レベルアップしていきます、うん、例えばあなたは現在お掃除5段ですとかありますね、ゲームはイージーモード、シビアモードがあって、イージーモードなら提案された場所のお掃除をしてアプリのはい、いいえのボタンのはいを押すとステージクリア。シビアモードは実際にお掃除しているところを動画で撮影してアプリが掃除していると認識しなければポイントはもらえないというなかなかハードなモードになります。これでお掃除をゲーム感覚で楽しめ、家も綺麗になっていきます。とても楽しいアプリだと思いますので、エンディ作ってください。なるほどね、すごいエンジニアかな、もう細かいとこまで考えて、うん、まあ、レベルを上げていくというね、楽しみ。なんかお手伝いであったよね、そのポイント用意どんで、うん、子供が開発したアプリみたいな、あ、子供が作ってね、用意どんでね、僕らはそう見てた時に国宝さんで、子供がお手伝い、お風呂洗いしたらなんぼとかのお金を、お金やったっけ、5000円ねって言ったのに、渡さんずそうそうそう、ママが忘れる時があるからアプリで
もう50ポイントみたいなアプリ内のお金で換金して貯めていけるようにするアプリを作った子がいて、すごい。それやったら掃除もテンション上がるしとか、なんかそういうだこれの前身みたいな、このお掃除アプリの前身みたいなの作ったのがあったな、うん、絶対にもらえるようにっていうね。そうそうそう、うん、小遣いもらえるアプリみたいな。でもなんかこのなんかそういう洗剤とかの会社とかとさ組んで、これを使って洗ったらなんぼとかにしたらさ、その洗剤も売れるしさ、なんか良さそうやけどね。提携したらいい、ね、ほんまにポイントになってそれが割引で買えたりとか、うん、確かに。これでこのゲーム内でレベルアップしても最終どうなるかっていうのはないもんね、うん、ドラッグストアでそう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 とか、お金として、うん、すごい。なそこで店で買うしな。そうですね、あみんなエンジニアの方がちょっと上がってきてるな、これで。ほんま企画会議みたいになって言ってる。企画会議だんだんなんかだんだん企画会議みたいになって言ってるよ ね、 いいね、うん、なるほどね。でもこれ結構できそう、いやそうやな、楽しそう、メリットがあればなおできそうっていう感じ、うん、そうですね。そしてね、福岡県のワンダさんですね、ありがとうございます。我が家では妻と私が掃除機をかけているのですが、私が掃除機をかけると妻から珍しいとか、先月は一回もかけていないなど嫌味を言われます実際には3割ぐらいは私が掃除しているはずなんですが、その証拠がありません。そこで掃除機が指紋認証など、誰がいつどのくらい掃除をしたのかの記録を取れるようにしてほしいのです。おー、なるほど。記録をつけることでやる気も出るはずです。これで掃除をしていないとは言わせません。どんな掃除機作れるのでしょうかという。あーでも確かにめんどくさい寄りの意見がやっぱ掃除となると多いね。そうですね。それを打破してほしいというのでやってたのにやってないって言われたらな、やったやってない問題を解決できそうな感じはしますね。洗ったとこやのに洗われた時とかもね、やったねってなるよね。洗面所とか、あ、やったけどなってさっき、まだ甘かったかなってなるよな。あれっていう、甘かったかな。確かにこの管理難しいですね。だからやっぱそのやったシールとか貼る、もう典型的な、なんか体重計とかもう完全に把握するやん、はい、自分の体重。そんな似てる人がおらへんから、多分家族で登録してたら、登録してなくても乗っただけで認識してくれるというか、俺って。そうなんですね、うん、へえ。1番とか押さんと、なんかメモリーセットするのあるよな。だから標準のあれは記録してるやんか、はい、俺と奥さんやってるけど、まあ、全然体重が違うからさ、もうこの体重やったらこいつやろなっていうのを、もう体重計が番号押さんでも判断してくれて、で久々に乗ったらなんか泣きマークみたいな、やかましいわ思って。嬉しい嬉しいだね、毎日やってたらあ、もう言うたらもうことゴングみたいなタイミングだ、体重計やかましいわ言うて。寂しいんですよ、体重計も。なるほどね。さあでは宇津美博士 BOI ですね、はい、ベストオブアイディア一つ決めてください。じゃあ今回の BOI は、おもちゃを老けない姫路市の盆栽の盆栽にします。おお、おめでとうございます。盆栽の盆栽には番組グッズ3点セットを送らせていただき、責任を持って夫のエンディにアイデアを相談してまいります、うん、これできたらすごいよ。でもおもちゃ集まるってことは、そのまた体にも大丈夫かって、集まるためのチップとか入ってんねやろっていうね。そう、子供に大丈夫かと思うけどね。なんか電磁波が出てる。集まるってことはそうな、だいぶえげつな機械入ってそうやけどね、おもちゃ集まるってことは。心配事が増える。体に悪くないやつがあるかもしれんし聞いてきますね、うん、で引き続き6月のテーマ掃除ですので、掃除についてあったらいいなと思うもの、サービスについて送ってください。メールは mb@abc1008.com、 ファックスおはがきでもよろしくお願いします。たくさんのお便りエンディーとともにお待ちしております。今週はこれやがな。このコーナーは綺麗が見える暮らしを楽しむ松原眼科クリニックと、創業100年お立ち飲みどころ赤垣屋がお送りします。週替わりでスペシャルな番組オリジナル企画をお送りする今週はこれやがなのコーナーです。宇津美さん、本日の企画は何でしょうか。はい、本日のこれやがなはもはや生きる伝説、漫才界が誇る超ビッグゲストの登場やがな。というわけで本日のゲストは
こちらの方です。こんにちは、巨人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いいえ、何を言うやら、すみません。嬉しいです、本当に。なんでなん、大したこと喋られへんで。ほんまに。いや本当にもうボケてるしね、もうどんどん昔は忘れてるし。どこがなんですか、ね、誰やった。別にか。そういうボケ。いやいや。はい。いやもう。何でも聞いてもらえ、ね、いや、ほんまに。追ってもらえるだけでもありがたい。嬉しいです。ええ匂いしますね、師匠。本当に。色気が。さっきね、ちょっとトイレ行きましたから、これは匂いついてたらいいかなと思って、本当にちょっとやってみました。ああ、香水ね。はい。すごい。あ、ちょっと近づきましたか。いや、めっちゃほんのりこのふわーって香ってます。いや、あ、本当、はい、僕もね、つけたいんですよ、香水とか。おお、でもこう、いつぐらいからつけれるのかなっていうのはちょっと。つけてもいいんちゃう。え、この若手がこんなんいいですか。いいと思いますよ。ほんで、例えばね、写真撮ってくれとか言われるやんか、ファンの方とか、はい、で女の方が横を切ってやっぱで、いい匂いされますね、言われたら気持ちいいもんですよ。嬉しい。だあんまりつけすぎたらいかんけども、今日は僕3日に1品くらいつけないかな、で今日はどっかパーティー行くとかいう時あったらちょっとつけていくんですけど、はい、そんな感じで。かっこいいんですよね、師匠方っていうのは。ほんまに色気が違います。さ、いつからええんで言うと、あの楽屋とかね、師匠、NGK の楽屋とか、はいはい、師匠が楽屋のれんが、楽屋のれんがかかってるじゃないですか。はい、ああいうのはいつから OK ですか。いやー、あれもあのファンの方にもらったんですよね、はい、まあ、ファンの方にもらうようなもんなんですね、ひいきの方からね、はいはいはい、今つけてる方誰もいてないと思うんです。いないですよ、ラブオの師匠とかですね、話家さんでもいてないですけども、うん、例えば他の劇場行くとしますやんか、はいはい、あの名古屋のみその座とか、はいはい、そういうとこ行くと、あの1週間で出番があったらそれを釣ってる方はたくさんいてます。はい、NGK ではないですけども、 NGK ないっすね、やっぱり。あれのれんを釣るとね、便利なんですよ。便利、塔ずっと開けてられますやん。あ、直接見えないですよね、中が。直接見えない、はいはいはい、で一時開けたり閉めたりするよりもあれ釣ってると、うん、非常に便利で、で空気も流れるし、はいはい、でちょっと前にほらコロナがあった時、はいはいはい、塔みんな開けてましたよ。そうですね、うん、ほんでみんな通ってる人間がみんな見ていく。あ、丸見えですもんね。通ってる人間が、はい、僕らが楽屋に座ってると必ずおはようございます、すいません、失礼します、はいはいはい、全部こう言うんですよ、はい、だからあれがあると、はい、顔が見えないから、あ、みんな通ってる人間も気楽に通れると思うんですよ。あ、いやいや、あれはどうやろうな、またちょっと早いかからない。あれは早い。ショーはな、あれはぐらいからですか。あれもね、潰されたのは、あれも本当にファンからもらったんですよね、はい、もう長いですよね、46年、漫才って46年目にもらったんかな。来年で50年になるんですけども。あ、最近。まだ最近です。はい。最近です。じゃあめちゃめちゃ早い。あの、のれんをファンの方からもらえへんかったら、まあ一生つけないかわかりません。自分で作ろうという考えが全くなかったので。なるほど。あの、もらったからつけよう。はいはい、はい。でも、NGK の。食材用か。いやいやいや、それはもう。オール巨人より増税になって。すごいことなるで、それは。でも NGK は今あれか、あの自分個人個人の模型もらってる？個人の時もあれば、大きいとこですね、はい、一応若手3組入った、はい、そうです、うん、そうです、ね、まあ、個人のね部屋を完全にもらってから違うかな。あれ、師匠方の楽屋っていうのは、はい、もう2人用の楽屋じゃないですか、はい、僕ら巨人阪神だけの、はいはい、あれは僕、文章とかね、僕らが大きい楽屋もあるじゃないですか、はい、大きい部屋に僕ら2人だけの時とかあるんですよ、はい、なんかその師匠方やのに、その小さい楽屋というのが僕らからしたらいいのかなみたいな、大きいとこを僕らが使って、はいはいはい、いや大きいとこイコール、はい、うん、多人数の何組かで入るという他が入ってくる可能性があるし、まあ、そういう、はい、概念やと思うよ。そういうことなんですね、うん、あ、でも師匠並んでね、こううちは仲いいから ね、 ね、今は、ね、今は昔は仲悪かったですから、それはなんか阪神君が歩いてるだけでも腹立ったからね、こいつ歩いとると思ってね。いや、で、歩くでしょ。まあまあ鳩胸やからね、はい、ごついっすね、もう何もせんのに胸張り上がってとかいつも思ってましたけども。どうやろうね、30年ぐらい前から仲いい、すごい。それ なんでその腹が立っちゃうんですか、なんとなしにですか、それって。まあ仲悪くなった時を2人もあるじゃないですか。ないか、あんまり、まあ、なんかこう足並み揃ってない時ありましたけど、漫才に向いてない時ありましたけど、喧嘩とかはないですね。あ、そう、はい、それ珍しいな。
喧嘩したらもうこんなマッチョですんでね。いやその殴り合いしたら僕も阪神に勝ちますやんか。物理的な。いや大体漫才師はね普通まあ、はい、あの仲悪くなることが絶対ありますよね。だからもうみんな解散したり、ボンチさんでもノリオさんでも、はい、みんな一遍解散してまたふっついたり、そうしていくわけですよね。はいはい、で僕とこもそんな危機は何遍もありました。もうできるかいとかいう。それはねなんでそうなるんやろ。例えば僕はネタを書きます、はい、阪神が全く変えてくれません、で俺が頑張ってんのにとかなるやんか、で練習します、で阪神君が、まあ、僕が書いたネタやから、読みにくかったり、噛んだりするわけですよね、でそれまた僕が怒る、で阪神君が一生懸命やってんねとか喧嘩なる、そういうなんか俺が一生懸命やってんのに、でも阪神君は阪神君で俺も一生懸命やってんのにというようなもんでしょうね、お互いの食い違いですね、はい、そうですね、大体17からやってますからね。いやそうですよ、ね、寸断がすごいですよ。でこんな言うたかんけども、あいつ当時タバコ吸っとったのを、まあ、僕は怒るわけですよ。やめとけと。で僕これは 5.5 歳上やから、はい、僕はお父さんやったんですよ。お兄ちゃんであって お父さんで、僕は保護者のような気持ちにいてました。気持ちやったんですね。こいつは俺がちゃんとやっとかなあかんと、20歳になるまでは、いっぱい怒ってましたね。いやタバコ消せと、ホリオンで、はいはいはい、それタバコ僕拾ってきて、はい、灰皿へ掘れ、吸い殻は灰皿へと、また阪神の手に置くんですいやそういう、そういうことをやってました。お父さんに抱く、お父ちゃん、なんやねん腹立つなっていうのもあったかもしれないですね。そう親子喧嘩がかかりません、ほんまに、うん、そうかもしれない、それもあった、うん、相方以上の存在で、ずっと仲はほんま良くなかった。で仕事は順風満帆なんですよね。それはもうもちろんバリバリのね、はい、時代です。な仕事が多いからもう解散できへんかったみたいなの聞いたことあるんですよ。あ解散しようと思ってるけども、はい、仕事がどん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 来るから十何年目かな、喧嘩になって、はい、阪神君が、まあ、個人で仕事行ってて遅れて帰ってきて、まあ、ちょっと話しながらあるから、まあ、はしょりますけれども、ほんでお前ちゃんとせえや、連絡せえやとか、どうのこれ、ほんならもうやめちゃうと、ほんだら今度のこの仕事、はい、ここまでやったら終わりや言うと、ほんまにやめるつもりやったんですよ。はい、そこまで行ったのは次の仕事が入っとって、だからここまでやったら終わりや、ここまでやっては終わりや、ここまでやったら終わりや言うて、現在に至るです。まだ話解決してないんですよ。いや、本当のところ。仲直りしてないんや。ただね、なんかほら、途中で漫才大賞もらったり、なんかいろんなもんもらうでしょ。そうするとまたやっぱり仲良くなったり、新ネタやって新ネタがめちゃめちゃウケたら、なんか喧嘩すぐ飛んでいくやん、わかるやん。なんか、はい、でも師匠の一緒でしょ、感覚でもそうなんですか。うん、仲悪かっても新ネタやって、それを舞台でやってウケたら、はい、なんか今まで喧嘩してたアホみたいなと思ってしまうよね。そうですね。そういうのが続いて、阪神君が結婚しはって、はい、でまあ、揉めて離婚されて、うん、で新しい奥さんと結婚するという時に初めて相談されて、17年目ぐらいちゃうんかな。それでそっからですね、あいつの離婚がきっかけで、あの阪神ちゃんは変わりましたね。ほう、はい、なるほど。小漫才に取り組む姿勢が、人が変わった時に、人が変わった、その新しい奥さんと結婚するときもお腹に子供さんいてあったから、子供ができるというのにいろんな責任感が出てきたんちゃうかな。で子供ができて、子供ができました、巨人君子供の育て方はどうやとかね、いろいろそういうの、話するようになってくるんですね、声でという、はい、で阪神君は優しいから自分の子供に怒らない、僕がいつも怒ってました。あ、そこでもそこに、竜兵君に、ほう、こんな人やばいねやばい言うて怖い、おっちゃんですよね、ほんまに怒ってたな。もうでもね、この何年10年、はい、今72なんですけど、はい、60過ぎぐらいからもう怒らんようにしようと。お、それで誰に対してもあ、誰に対しても丸くいこと、そんな怒るね、なんやかんや、もう言われるの嫌やしね。いやいや、それも怒るじゃないですか、一緒に言っていただくみたいな、してもらうなんかそう、なんか多分僕らも全然このね、怒られてきてないんで、うん、まあまあね、そのなってないとこもめっちゃあると思うんですよ、うん、そのまま行ってしまうんで、やっぱり巨人師匠にはこう、注意、正しい、ね、あればしてほしい。いや、怒るとこ、2人にはないわ、全然。誰にあります？誰打ち込んだ。まあいろんなやつ言ってますけどね、それをまあ言わんとことも思ってんねん。ああ、それで言われても腹立ちますもんね。そうそう、またね、昔はね、まあ、あのさんまとか親戚はよう言うてたと思う、はいはい、まあ、よその曲ややんたんでもようさんまが言うてるみたい、はい、巨人は僕らのなんかあの嫌な部分をやっててくれたと、 あいつ気になんな言うたらちょっと注意してくれやとか来るんですよ、はい、
メダカ兄さんなんか何遍も来たもん僕に、巨人君悪いけどあいつちょっと気になんねん。あ、そうなんですか、はい、で注意しないかなと思うやんか、はい、先輩に言われると、はい、で言うたげないかん、そうすると1週間2週間リサーチするんです、するんですよ、ほんまにあいつその態度悪いんかって、ね、見てから、はい、で、はい、なんだら言いに行こうと思ってほんまに悪かったら言いに行くっていう、であっちこっちにこう言うてて、はい、そういう役を僕、まあ、あの吉本興業の不義みたいなの言われてましたけど、ね、はい、はい、でそんなことやってましたけどね、まだまだもうめちゃめちゃ上の人からもう巨人君そんなやめてとけとか言われたりするんですけど、でもそういう人は必要な存在というか立たしてほしい、まあそういう師匠のストレスは半端じゃないと思うんですけど、それなんやって言われるのもね、なんか間違いで伝わりますもんね、今やったらね、怒ってばっかりやみたいに言われても嫌やと思うんですけど、伝わらんというか、まあアドバイス、はい、まあ、中国言ったらちょっと言葉きついけど、はい、こうやった方がええよとか学校の態度でもこうした方がええよって言ってそれを直してくれる人と、はい、なんで言われないかんねんという人もいてる。なるほどな。そうですね、マッサーでもいっぺん、ずいぶん後輩やけども、あの言うたことあるけども、まあ、あまり言うたらまたこれラジオ、まあ、じゃ本人じゃなしに、新聞記者聞いとるやん。またね、あ、やめてください、まあ、そう、いっぱい、桃子にも注意したことあるよ。楽屋で靴の後ろを踏むなとかね。ああ、でもそういうね、うん、でも正直、その若手に対しても、気になることは、じゃあ、終わりはありますけど、今はちょっと言わんとこうとされてるってことですか。今はもう言わんとこと思っていますね。いやでもそれさ、俺らにとったらだいぶなんていうの、こうマイナスやで、俺ら世代にとったらこう、まあね、こう育っていい、もう自分らが怒ったらいいんちゃう、そろそろもうええ年になってきたやん。何年やってんの漫才。もう17年、ね、17年やろ、はい、さっきの、はい、これ12、3年目ぐらいから怒ってたもん。怒ってますね。32年ぐらいで弟子おったからな。そうそれめっちゃおもろいですね。そんなやつやで、それやっぱおもろいですね。なるほど。でもそれはまあ思ったことはね、こう言っていった方が、まあ、後輩のためですもんね、それは。いやもう言わないです。言わないというか、まあ目に余ったら言いますけどね。はいはい、よっぽどやったら、はい、なるほどな。今は師匠も漫才をされるっていうのとお仕事と、はい、トレーニングって師匠昔ずっとねやったじゃないですか。それ僕ちょっとね体、はい、大変やというのも聞いたんですけど、はい、うん、今もどうされてますか。この2、3年はほとんどやってないですね。首、頸椎が悪くって、はいはいはい、頸椎の手術を、まあ、あの5回やってるんですよ。で今首に人工骨が4個ほど入ってて、で首と右肩と腕が非常に悪くって、はいはい、腕立て伏せもあんまりできない。やるとまた首が痛くなるとか。だから今はほとんどやってないですけども。骨折ですね。いやいや、もうなんかあの全然昔の、はい、溜めたものが残ってるだけなんです。はい、すごいな。漫才には支障はないんですか。はい、漫才はできんねん。できるんですか、ね、これが。これ例えば、ね、トラックの運転さんだったり、はい、田口の運転さんだったり、うん、まあなんか重たい荷物運ぶ仕事やったら、まず絶対できないです。そうですね。これはありがたい。漫才はできる。漫才はできます。ほんでやってる15分、20分ぐらいは、はい、劇場の。はい、あんまりしんどさ感じにねんな。あ、へえ。舞台出てたら、うん、そうです。あれ不思議ですよね、なんかね。不思議やな。そんなこと思わないですもんね、ちょっと痛いとこあっても。思いませんね。なんですかね。2日でめっちゃめちゃしんどいって、ほんまにまあかわいい言いながら舞台出てって15分やって帰ってきたら2日は治ってるやん。なるほど。あれ、いやほんまに不思議ですよね、体のなんか。いや、どうなってんのか。だからね、病は気からかもわかりません。あ、そういう気持ちが強かった。しんどいって気持ちが。はい。で、こう、笑い声いただいてるっていうので、なんかこう、体がね、それ言える。喜んでるというか。受けたら気持ちいいし、なんかね。はいはいはい、そうですね。そう、疲れも飛びますもんね。うん、その、めっちゃ細かいこと聞かせてもらっていいですか、はい、ちょっと、はい、漫才中とかって、はい、何を、もう完全に漫才に集中されてます、この脳の中は。いや、めちゃくちゃいろんなこと考えてます。めちゃくちゃ考えてます。お客さんのね、感じとか盛り上がってるかなとか、うん、そういうのもあると思うんですけど、はいはい、どういう頭の中なんですか。一番多いのはね、はい、こう漫才やってて、まあ、今僕とかは劇場は劇場だけの日本、はいはい、ネタ、はい、絶対テレビラジオでやらないというのを置いてて、はい、そうやってますね。ほんで今日は、あ、今阪神ちゃん早かったな、うん、俺がちょっと今噛んだな、ほうほうほう、ちょっと食い込みに行ったなとかね、ほうほうほう、いや、もうそればっかり考えてる。で
お客さんの反応が良かったら、いや今日のお客さんええー、お客さんやなとか思いながら、はい、だから僕の横に頭の横に吹き出しがあるとしたら、はいはい、ずーっとここで喋ってる。へえ、今早かった、今遅かったとかね。すごい、常に今半身間違ったとかね。全てのじゃ反応を確かめながら、うん、ずーっと喋ってます。へえ。で僕はあの2人だったら知ってるか分かりませんが、はい、舞台出るときは眼鏡を変えるんですよ、ね、あ、そうなんですよ、これこれは今動画入ってて、はい、ちゃんと皆さん見えるんですけども、はい、舞台に出るときは全くもう伊達眼鏡というか、はい、動画入ってなかって、はい、前がはっきり見えないぼやっと見える、はいはいはい、それなんでか言うたら、お客さんの顔がはっきり見えると嫌なんです。うーん、笑ってる方はいいんですが、笑ってない方がやっぱ何人かいてはると、はいはい、めっちゃそれは気になるんですよ。なんで笑ってへんねやろとか。笑ってない人いないでしょ。いやいやいや、いてると思うよ。聞いてるというか、いやいやいや、笑ってなかっただけとかじゃなくて、あ、この人笑ってないなっていう、そんなことがあったからそれにしたんやと思うんですよね。だから舞台で出て行ってお客さんの反応はもちろん耳とか体で分かるんですが、はい、目から来るもんは、視覚から来るもんは全然僕の反応にはぼやっと見えてますから。だから友達がよく見に来て、今日よかったな、俺前座っとったやろ、目をおたやなって、おうてへんって、うん、お前分かれへんかった言うてね、ぼんやりしてるから、はい、へえ、だから本当にめちゃくちゃ喋ってます、常に考えてるんですね、はい、その一個一個、うん、例えばここで阪神くんが笑い取る、俺が一歩下がる、うん、待てよ、ここで前行った方がいいんかなとかね、あ、それは今長年やってるネタでも考えてる、で阪神が笑い取るときに俺が動いてあげるとかね、ちょっとちょっと、はい、ちょっとの動きでも、はい、なるほどな、もう視線とかでもそうですよね、それは首の知らんで、漫才に漫才でそれがいいんかどうかあれへん、僕はそれがええと思ってやってるだけなんですよ、はい、だから今と漫才、昔の漫才と、はいはい、昔はこうやってんで、こうやでこうやりやって言うてもね、それは違うと思うんですよ。だからまあ、もう審査員もやめていった方がええと僕は思ったし、今の漫才分かれへん時もありますから、例えば、うん、アニメのネタとか、はいはいはい、ゲームのネタとかやるとか、そうそう、そういう分からんワードが出てきて分かった顔して審査するの嫌やから、でそれでだからそうですね、ザ・セカンド、はいはい、あれよう分かるわ、あれやったら審査員やらせてもらうと、でもあれ審査員いらんからな、ね、今のお客さんですもんね、あれは審査員はないですから、ザ・セカンドも今年もじゃあ見られて、もちろんもちろん全部見て、あのビデオ撮って2回ぐらい見る、すごい、はい、ネタ番組です、はい、自分なりにちょっと、NHK のあれもみんな全部見ます、はい、自分なりにどっちが勝ちやなみたいなのもこう、はい、見たりとか、ある、まあ、雑誌に書いてんけども、はい、学天則優勝してへんか、はいはいはい、もう決勝行って、はい、学天則が後からやったんかな、はい、もう学天則がやって1分目ぐらいに、はい、もう本当申し訳ないけどね、ザ・パンチには学天則にメール送った、優勝おめでとう、おもろいですね、そうですね、3本目やったからね、はい、ザ・パンチさんもお祝いのメールは僕が一番早かったです、はい、漫才中に送りました、後で見たらこれ途中かなって、そう、時間見たらええと思うわ、ね、まだ終わってないやんっていう、ああなるほどね、全部の賞レースのチェックもいまだにそれは見ます、はい、そうか、 M1 もじゃあ見られてるってことですね、もちろん見ますね、はあ、いや、でも僕らほんま良かった、すごかったよ、すごかったよ、いやほんまだから師匠が審査員でいてくださる時で良かったと思ってます、その時期やったので、うん、いやもうありがとう、そういうとまた嬉しいですよね、めっちゃ嬉しかったです、ね、今でも言われますね、たまに、巨人賞に審査してもらいたかったと、去年2位の子どれ誰だったかな、あれです、関東の子やな、はい、ヤーレンズも巨人賞に見てほしかったっていうのをどっかで聞いたの、それ嬉しかったですね、いやほんまそうだと思いますよ、嬉しかったですよ、はい、でも審査せんけど見てますから家で、ああまた今度のどっかでおったらよかったなって言います、ほんならもし M1 出たコーラが巨人賞にお会いした時にどうでしたかって聞かせてもらってもいいってことですか、はい、そうですね、全然おもろない演技やったら僕多分覚えてないです、だから分かりませんっていうけど、印象に残ってたら、うん、ヤーレンズは好きです、ああいう漫才大好きです、はい、そうですね、いいですよね、はい、ちょっと笑い入れすぎかなと思うぐらい、もったいないぐらいかな、入れすぎ、はい、入れすぎもあかんねん、まりすぎ、お客さんの笑い待ちっていうのはやっぱりいるわけですよ、はい、なるほどな、もうちょっとお客さん笑いたいという時はあるんですよね、はいはいはい、でせやのに次に行ってしまうという、まあ、僕らもそういう傾向はあるねんけども、
まあ、そんな100点のね、完璧な漫才なんかできへんって、君ところが本当にあの時のは完璧に近かった。だから96やったかな、師匠の。じゃあ全員の680、はい、平均が97もやったんや。97ぐらいありましたね。どんな、僕何点入れた覚えてんの。師匠96ね、96やったかな、はい、そうやったら96やと思うね、はい。どんな感じですか。いやいやいや、もうやってくれたな、いう感じ。あ、これただね、それも不思議なもんやな、はい、あのネタを大阪でやってる時受けへんかったんやんか。なんか受けない2年ほど前に、ほんまにあのやってて、せやのに M1 で受ける、はい、で予選も受けていって受ける、はいはいはい、というのは何が違うかやねんな、はい、気持ちやと思うよ、伝える気持ち。あ、そうですね、うん、やる気のない時に、はい、まあまあ面白いネタを普通にやっても受けへんし、うん、やる気のあるときに、まあまあ面白いネタをやる気があって伝えたいと思ったら受けると思う。そのやる気だと思うね。それがやっぱお客さんに伝わるんやと思うけどな。だからネタの台本だけじゃなくて、やっぱ気持ちが漫才には大事ってことですね。たまに NGK でも、今日あかんわえて、なんかもう捨ててるときあるやんか。いやいやいや、師匠、これは、いやいや、俺は見てて、あ、今日捨てたなと思って。師匠、ないか。僕らは捨てたことない。捨てられたことありますけど、お客さんに捨てられてる日はあるかもしれないですけど、いや、僕ら捨てた覚えないです。捨てたことはないけども、はい、今日あかんなと思いながらやってるときあるやん。よくあるやん。なんか僕らのこう、システム上、うん、途中でこう離脱できないというか、わかるわかる。なんかこう、配信できない。横行かれへんねんな。僕らネタ変えたらもう、はいはい、はい、だからかだいたい今ね、こう、まあ、2本をつなげて10分やらせてもらってるんですけど、うん、ね、はい、その、まあ、モニターでお客さんの、うん、お客さんの層とかを見るんですけど、うん、今日はこのネタかな、うん、みたいな、ちょっと、まあ、組み替えたりはしてるんですけど、うん、それがハマらんかった時、あ、1個目言った時に、うん、ハマってない時にもう変えようがないというか、うん、前半はもうそれでいくしかないんですよ。一つの パッケージになってるから。もうそうなんですよ、抜けられないですよ。で2個目もこれの変化バージョンやぞと思ったら、もう抜けもう10分抜けられない。大丈夫かなと思って入るやん、2本目に、はい、そういう気持ちがね、多分お客さんに届くんやと思う。それはじゃあ師匠も最初に出ていた時に、うん、あ、ちょっと今日、まあ、僕らは悪いんですけど反応がいつも通りじゃないな、ちょっと悪いなっていう時に、なんか途中から変えれたりします、その気持ちだけですか。僕とかはネタがパッケージになってないもんで、はい、ちょこちょこ変えたりするけれども、まあ、喋り方を変えたり、途中からですか、自分の気持ちの中で、はいはい、ちょっとゆっくり行った方がええなと思う。それもこっちがまあ吹き出しで喋ってんねんけど、だから阪神君が走ってる、ちょっとゆっくりやってくれと思うこともある。へえ。出て行ってめっちゃ阪神早いとかやるんですよ。でちゃうねんちゃうねんちゃうねんって思う時は僕はもっとゆっくり喋んねん。ほんなら阪神君はちょっとゆっくりなってきてくれんねん。気づけよっていう。それでももう 0.00 何秒の話ですよね。だいぶシビア。それは他の人に分からないようなぐらいの。うん、去年、一昨年やったかな、出方を本当に間違ってしまって、入り方を。めっちゃ滑ったことあんねん。そんなさ。いや、ほんまにあんねん、ほんまに。もう全然、滑ったって、そんな分かってるのめっちゃ滑ったと同じじゃないでしょ。いやいや、ほんまに、もうこれどうしたらええねんいうぐらい、立て直しできへんかったんですよ。なんか原因はあったんですか、なんか。だから入り方やと思う。入り方というの。入り方。適当にこっちで楽屋で喋ってて、ほんで、舞台の袖で喋ってて、はいはいはい、どうやったら、あー言うてバーって行った時に、はい、もう適当に、あーって、ちょっと神かけで喋ってたんかな、その時にもう滑ってね、本当に寄せられちゃう、もう俺ら終わったなと俺思って、もう2回目の舞台行くの嫌やし、はい、次の日 NGK に行くの車の中でもう行かんとこかな、嫌やな、今日滑ったどうしようかなと思って、もうやめようと思った、いや真剣に思うてん、もうそろそろインタイム考えてますしね。もう僕あの漫才師で初めて断髪式しますよ俺。みたいにハサミ入れてもらって、本当にほんでもうあかんかってんと思って、ほんでその時ね、ちょうどね、で誰やのノンスタイルの石田君が、まあまあよう喋ったりするんだよな、石田君に去年昨日な高校で俺もな、今日俺らはもうこの時代にいらんねんなと思うねんけど、いやそんなことないですよ、そんなこと絶対ないですよ言うて、いやほんでまあ行ってくるわ、行って1回目漫才やってて、はい、それまあまあ普通のように受けて、はいはい、ほんな石田君はずっと隠れて見ててくれて、はい、で降りてきたら、うん、師匠大丈夫でしたよ、もう後輩に大丈夫でしたと言われてね、嬉しいやら寂しいやら、いやいやすごいないやそれは本当にある、僕はそうやって悩むタイプですね、打たれ弱いんです案外、
ほんまにそのちょっとした出方とか、はい、こうほんま歩き方とか出る時の歩き方とかでもう変わるんですね漫才。僕はそう思ってます。所作で違うんですね。例えば、まあ、結婚してる人が指輪してる、はい、まあ、それぐらいだいいんだけども、はい、光った指輪とか、はい、派手な時計があってるとか、はいはい、いうのもあんまり僕はあかんの違うかなとか思います。ね、気になる人、はい、気になりますもんね。巨人派します、ソロタスーツで出ていって、はい、とそんな感じ、うん、もう昔の漫才のスタイルを取りたいなと思ってやってるけどね。市長に質問でもあったんですけど、はい、質問来てる、はい、来てるでしょ。そのうなぎのバカ焼きさんがね、うん、あのいつもピカピカな靴に感動しますというのと、ほうほうほう、衣装も素敵で感動しますというのなんですけど、ありがとうございます。それって僕も思うんですけど、その市長型の衣装を、まあ、変えるタイミングというか、そうなって今日これとか新しいやつそろそろ作ろうかとか、それって何かの節目なんですか。昔はね本当にね2月に1回ぐらい作ってました。あのデビュー当時それが高かったんですけども、最近はねそれも昔のもう僕は体型が変わりませんから着れるんですけども、ただ肩幅が広すぎたりかっこ悪いから着なかったりすんねんけども、どうやろ2、3ヶ月に1回ぐらいコーナー作ります。それもあの安いとこですよ。昔は高かったんですよ、ほんま10万、15万、20万ぐらい、今も10万もしません、僕らが作ってるやつ。はい、だから、ちょっと集まってきたな、ほんなら、薄い生地の注文しようか言うて作ったり、ね、黒ないよな、もう直れだなとかね、黒あったけど、かっこ古いよな、ほんなら、今日新しいの作ろうかとか、いつも2人。揃ってその洋服屋さん来てもらって生地選んで、うん、でこれ作ろうか言って作りますね。で靴はね、はい、まあ、僕弟子もいてないし、あの自分でこう磨いたりしますよ。何でも僕自分でしますからね。あ、すごいな、はい、なピカピカにしてやっぱ、はい、靴綺麗な方が絶対いいですもんね。それ一番前のお客さん靴見えるもん、ね、見えますもんね、位置的にね、うん、焼ければいいですね。はい、そうなんや、こまめにってことですね。一番前のお客さんって案外僕ら気付いてへんところまで見てると思うよ。確かに、あのシワいってるなとか、あ、ほんまそうですね、うん、そうですね、確かに、うん、靴のかかとがちびってるなとか全部見れますもんね。僕よく宝塚歌劇を見に行くんですよ、はい、で撮ってもらうとき一番前の時は多いんですよ、うん、一番前。ほんだらもちろん彼女らは走ったり踊ったりするから、はいはい、長いかっこいいブーツ履いてんねんけど、はい、ブーツの横が気づいてるとかね、あるんですよ。そこまで見えるか。でもその見えるから僕は楽しいんですよ、はいはい、他のお客さんそんなの気づく、はいはい、気にしてあれんと思う。目線がまたしゃうってことです。うわー、いろいろあるな。 あれ言ってたやん、子育ての聞きたいみたいな。いや、そうです、子育て、あ、なんか、はい、あ、来る時車でちょっと聞いてました。ちょっとだけ聞いて、なんでした。いや、僕ちょうどほんまにもともと息子がいたんですけど、娘が生まれまして、おめでとうございます。2人目の子供が生まれたんですけど、はい、師匠の子育て論とかってどういう感じにしてはったんかなというのは。うちは子供ができた時、はい、僕は弟子には厳しかって、はい、弟子と同じ扱いをしてました、はい、弟子と同じ扱いですか。あ、もう子供はえらい災難やと思いますね。はい、学校の外で、まずはもう嘘をつくなと、あ、うん、正義感を持てと、はい、で、なるべく 清潔にしておけと。あ、そういうの清潔大事ですね。嘘は絶対作らないと思います。嘘一個ついたらそれをカバーする嘘をまた作らなきゃことになるか、はいはい、でうち子供さんにおんねんけどね、ある日ね、昔レコードありますよ、はい、レコード盤に貼り載せますよ、はい、その高い貼りが飛んでたんですよ、はい、だ誰か子供さんにのうち、あ、誰かがそれ色で飛ばしたと思うほうほう、はい、で3人呼んで、うん、誰やこれやったん、張り飛んでるのはないな。一番下が4歳ぐらいだったんじゃないかな、はいはい、うん、468、はいはい、誰や、誰も言えへんわけよ、はいはい、やってない、やってない、やってない、3人正座ですよ、正座せ、正座して、お前言うまで正座虐待やなこれ。いや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 、そんな正しいと思いますよ、はい、それは、はい、うん、でもそうやってね、はい、怒ってました。もちろんそのね、その後に足が、うん、しびれるまではさせへんけど、はいはいはい、正座しながら怒りました。ただ正義感持て言う、あんまりに言いすぎて、長男なんか正義感ありすぎてちょっと怖いんですよね。もうちょっと やんちゃない はいはい、やーさんみたいな人でも文句言うんですよ、うちの。間違った人見たら文句言う、はい、あ、うわー、その巨人賞教えが、うん、まあ巨人君今日君とこの息子さん、なんか痴漢捕まえとったなって、
それ知らんねん、ね、学校行くときに痴漢やってるやつをっていう、はい、で夜飯食うときに、お前今日朝なんか痴漢捕まえたんだ、はい、おうおうなんか女の子嫌がってるからバーン突き出したんやって、ああそうなん言うて、すごいじゃん、そんなんとか、そうそうせなもう順番並んでへんやん、いや割り込みしてたりしたら嘘いきます、すいません喋りすぎました、すいません、いやもうめちゃめちゃいろいろ時間が足りないです、ね、時間が足りないほどもいろいろ聞かせていただきましたけども、いやありがとうございます、はい、本当にありがとうございます、ありがとうございます、スペシャルゲスト、はい、でもまたぜひね時間足りなかったのであの番組また遊びに来ていただけたらと思います、ぜひお願いします、毎週行きますよ緊張するな、これは、いいありがとうございました、ありがとうございました、本日のゲストのオール巨人さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、以上今週はコレアガナでした、ミルクボーイの火曜日やないか、番組では皆さんからのメッセージを募集しております、メールアドレスは mb@abc1008.com です、まだあの巨人師匠の残りががね、本当の香水の香りと存在感の香りがどっちもある、はい、そうかな、ね、師匠やったな、あまだまだお話ししたかったです ね、まだまだ聞きたかった、ありがとうございました、そしてテーマが作戦を立ててやっていたことですね、はい、こちら京都府の深井森さんです、ありがとうございます、ありがとうございます、作戦を立てるのは定食についた漬物をいつ食べるかです、私は漬物が苦手ですが食べ残すのは嫌です、うん、どのタイミングで漬物を食べるかで苦手な味が緩和されるかを探ります、うん、好きなもののあとご飯と一緒になどまだどのタイミングかの模索は続いています作戦っていうぐらいのでかいもの漬物の話で、うん、漬物ご飯の時ちゃん漬物やから漬物ご飯に合うやん、何これ好きやねんけど嫌いっていうのはどういう何だ酸っぱいとかどういうあでもそうじゃないですかね、酸っぱいから嫌やとかしなしなやとかしょっぱいとか酸っぱいとか、漬物好きやねんな、もう漬物はうまいよねそう漬物嫌いっていう人俺あんまピンと周りでさ今考えてんけど、なんやろな漬物嫌いやねんって人、まだしばなんか奈良漬き嫌いとか、俺奈良漬きはちょっとお酒飲めへんから、うん、結構香りがありますもんね、うん、まあでもうまく感じるようになってきたけどね、うなぎとかについてるやん奈良漬けとか、ああそうですね、うまいけどなうん、ご飯に混ぜてくるのが一番じゃないですか、その作戦で言うたら、でもその混ぜてもうたら広がるやん、おにぎりみたいにしてさ、もう爆弾みたいに真ん中に入れていつ来るか分からへんやんそれ怖い嫌いなんやったら、でもなあ、まあ、濃い味のもんじゃん、濃いおかずの時、でもボリボリ年が出てくるね、その漬物の存在感ったらすごいから、ご飯かな、ご飯と一緒に飲み込む、なんか汁物とかさに入れて味を飛ばして、もうグーとして味噌汁に入れていや塩味飛ばしてふにゃふにゃ味噌してあ分からんな、正解、まあ、もう先に断るとかね、漬物いらないですとか、確かに残すのがね嫌ってことですもんね、漬物嫌いか、そうやな、そして吹田市のアップルパイさんですね、女性の方ありがとうございます、私が小学生の頃友達と消しゴムを交換するのが流行りました、あったね、私は隣の席の男子のことが好きで、うん、彼に消しゴムをプレゼントしようとあちこちの文房具屋を回りました、うん、確か海に船が浮いているような模様の綺麗な消しゴムだったと記憶しています、うんうんうん、ところがその男子に消しゴムを渡す日、朝から席替えがあり席が分かれてしまい、渡すタイミングを失ってしまいました、うん、せっかくの消しゴム作戦が無駄になり悲しかったです、作戦が成功せぬまま、すごいね、急な消しゴムのビジュアルまで覚えてるってよっぽどやね、印象にね刻まれてますね、浮かんだ船、なそんなないわ、もらったこととかなんかあったやん、名前書いて全部消し切れば両思いになれるとか、あれなかった、なんかケースみたいな、まとまるくんとかの中にあるケース剥がして、あやいがさ書いて、名前書いてな、わあなかった、女子校やったから、M1 王者 VS ミス東大クイズグランプリ
このコーナーは抗菌防カビ気になる匂い取りがお送りします。 M1 グランプリ2019王者であるミルクボーイさんと東大出身でミス東大にも選ばれた私澤田彩香の王者2組が雌雄を決するためあらゆるジャンルのクイズで対決するコーナーです。本日ミルクボーイさんチームの代表は宇都宮さんです。はい、頑張ります。ということで司会は駒場さん、はい、お願いします。今回もですねジャンルがですね、はい、いつもとあれかな同じジャンルですかね。こんな感じですね。はい、トレンド、お笑い、映画、イントロ、グルメ、私は誰、そしてリスナーさん 1,2,3 となっております。うん、はい、よし、じゃあじゃんけんしましょう。はい、最初はグー、じゃんけんグー、はい、これチョキ、よし、なな、うん、映画な、映画なんでしょうね、なんかあったかな、なんやろな、面白そうやな、映画にしようかな。お、映画、わかりました。では映画の問題です。現在公開中の映画「帰ってきた危ないデカ」ですが、もちろん主役は舘ひろしさん演じるタカと柴田恭兵さん演じるユージ。タカは通称ダンディ高山では、ユージはホニャララ大下、何大下でしょう。大下っていうの、大下って言って何々大下、ユージ、ダンディ高山、ホニャララ大下。まあでもなんかその考えたら出そう。サディ、ファンキー大下違います。でもそう、その感じでなんか探っていったら、そうやな、サディ、ハンサム大下違います。いいね、スマート大下違います、でもいいよ、いい、サディ、そんなんやろ、ジェントル大下違います。ダンディー高山がね、片方が、内海。オール大下。入らへん、ね。あれ、残りがに引っ張られる。あ、入らへん、ね。巨人師匠の。あ、違うか。違います。ダンディーやから、片方は高山さん。サディ。キューティー大下。あー、違います。内海。プリティー大下。違いますね。もうちょい。男よりか。もっと男よりやね。サディ。スマイル大下。違います。これなぁ、トレンディー大下。あー、このね、違います。ダンディーとの対局みたいな、対局というかね、まあなぁ、仲間、ゴレンジャーにいたら絶対このいるよなっていう、ゴレンジャーじゃないな、でもなんかそういうドみたいな、うん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、忘れてください、全然違います。いや、そんな、どんなヒントやったの。でもなんかその5人おったら、5人おったらこのダンディーなん、プリティーとかの中に1人おるやろなっていう感じの。それ伸ばしですか、ま、俺はダンディー、最後伸ばしですか、プリティーとか、その、あ、そうです、いいですね、最後伸ばし。ダンディーがそもそもゴレンジャーにいないです。俺はダンディー、俺はダンディーっていう人、僕はスマイルみたいな。でこう考えていったら、お、サディ、パワー押した。ああ、なるほど、違います。でもいいね、サディ、マッチョ押した。違います。でも柴田恭兵さんの感じやろ。はい、雰囲気を見てやるな。そう、それももちろん。これな、スレンダー押した。あ、違います。違うけどいいよ。そういうね、ちょっと男性チックというの感じじゃない。違う、あ、違う、え、男性チックというのから離れてほしい。オール大下。違う、もう戻ってきました。まあな、これもヒントも出したら一発で分かると思うんですけどね。プリティーでもないの、あんま男性には言わんかも、一般的に。サディ、エレガント大下。違います。あ、分かった、普通に、セクシー大下。正解。おお、そう、セクシー大下。なるほどね。そうやね、だからセクシーやもんな。まあ、使いますもんね。うん、そうそう、セクシーですねっていう、ちょっとね、色気ある人っていう。セクシー。ダンディ高山セクシーをした。あ、なるほど。あ、なるほど。ここな、確かに危ないでかって。聞くと確かに、でもそうです ね。今やってるもんな。やってるやってる。うん、じゃあですわ、どうしようかな。うん、トレンドお願いします。オッケーです。トレンドの問題です。
今話題となっているワードで、スマホやパソコンなど電子機器に触らない時間を一定時間設けることでストレス軽減、サーディーですね。デジタルデトックス。正解です。正解。負けを認める、うん、DD 正解です。デジタルデトックス。デトックスね。デジタルデトックス、うん、ストレス軽減を図る取り組みを何というでしょう。なるほど。これね、触ってまもんね。触らへんための板みたいなの出てたよね。なんか黒い板、スマホサイズの黒い板。それがストレスになってしまい、スマホを持ちたいけど持ってる風なの、わあ、うわー、ちょっと流れ良くないな。崩そう。リスナーさんの2、崩しにかかってきました。リズムを崩す。ではリスナーさんの2の問題です。作戦ですね。立ててます。吹田市のおたふくさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あるなしクイズです。だー、崩される。崩されるね。北にあって南にない、西にあって東にない、港にあって海辺にはない、朝日にあって夕日にはない、何輪にあって江戸にはない。うつみ。大阪市の区の名前。正解です。早い、さすが。北区、西区、港区、朝日区、何輪区、そして最後は大正にあって明治にはない大正区。なるほど、ね、作戦が作戦勝ち、うん、昨日なんか X で話題になったね。天王寺のなんか発音がなんかなんかみたいな。なんかドラマで天王寺って言われてたんかな。天王寺、うん、でもちゃうね。天王寺の言い方、天王寺やでみたいな。天王寺なんか X で話題になってました。へー。でも空がついたら天王寺区やん。天王寺区、ね、うん、天王寺区って天王寺区の皆さんって言わなかやん。そうなったら皆さん、そのそのなんか関西弁すぎるやん。あ、でも天王寺、天王寺区の天王寺区、そうそう、なんかこう発音が話題となってましたよ。なるほど、なるほど、よし。わあ、どうしましょう。じゃあグルメお願いします。 OK です。ではグルメの問題です。ガリガリ君でおなじみの赤城乳業さんが愛犬用アイスを発売しました。なんという名前でしょう。おそり。カリカリ君。あ、違います。お、違う。確かにね、ドッグフードの感じ。カリカリ、骨君。違います。いいね、でもありそう。サディ。ガウガウ君。あ、違います。いいよ、でもいいですよ。サディ。ワンワン君。正解です。何やそれ。なんとワンワン君なんですよ。ワンワン君。めっちゃシンプル。シンプルすぎて。ワンワン君。自信がなかったのに当たってしまった感じです。おやつ？アイス？犬用アイス、愛犬用アイスって。ワンワン。暑い時とかちょうどいいんかもな。夏かこれから。なるほど。かわいい。ワンワン君らしいよ。うわー。いい勝負やね。そうね。私は誰、いつも一回も当たったことない気がすんな、これこれなんか読めないんですよね。読めない、どっちで来るか。確かに。でもうだって共通のってそんないないでしょ、共通の人ってと思います。まただからどっちかに有利な。じゃあちょっと私は誰取って勢いづけます、はい、では私は誰です。いきますね。大阪府東大阪市出身、60歳。え、趣味はドライブ。趣味はめっちゃおるでこんなん。趣味はバレーボール。バレーボール、はい。絞られてますこれ。え、ちょっとね、ドライブ、バレーボール、はい。去年うつみ、道康江さん。正解。よっしゃー、OK。 これはすごいね。すごいですね。安江さんありがとうございます。道安江さんでした。いや、昨日かな、ちょうど、ほんまにちょうど用意ドンの CM 中とかに喋ってて、はい、はい、バレーボール今なんか男子あれやってる、はい、もう終わったんか、次女子がやるみたいな、すごいな、あるじゃないですか、はい、あれをもう見てて、あれずっと見て応援してんねみたいな。だバレー生で見たいわって言ったもんね。バレーボール好きなんですよ。ほんで、ね、記念の公演もやられてましたから、うん、わあ、これドライブは分からなかったですけども。そうなんや。去年配信楽曲メッセージで歌手デビュー、これ分かるよね。もちろん。あれメッセージ、ね、分かるよね。もちろんです、もちろんです。ひらがなでメッセージね。もちろんですよ。
言うてよ、すぐ言うて分かるんやったらすぐ言うて、ひらがなメッセージって。え、そう、言わんの分からんのか。すぐ言うてよ。で、みんなが思い浮かんでると思ってた。その後、夫とちぐはぐ最強夫婦を、配信リリースという。待ちますんでね。そう。分かるよね、これ。そう、もちろんですよ。ほんまに。そしてまあもうこれは最後は白豚などと罵られると大激怒した後我に返り怖かったという。ああ、そうですね。すごいバレーボールちょうどほんまに喋ってたね。よかった。ほんまによかった。やってたって言ってはったんちゃうかな。その私やってたからっていうの。タイムリー問題やった。うん、そうですか。安井さんでした。ありがとうございます。じゃあちょっとリスナーさんの位置行かせていただきます。OK です。ではリスナーさんの位置の問題です。大阪府のゼニゲバウサギさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪名所並び替えクイズです。苦手。いきます。自分ウエンツの手どう。えですね。えもう一回いいですか。はい。自分ウエンツの手どう。ラッキー。はい。うずみ天王寺動物園。正解です。流れがいいね。天王寺の話をしたいのか。ラッキー。流れがいいな。ラッキーです。うわ、きついな。天王寺動物園。よしよしよし。きついです。天王寺の話あんだけしたら、うん、怖い。そういう頭になってるから、ね、天王寺脳になってるな。いやすごいな、ね、今日は流れですね。じゃあもうお笑いで仕留めときます。うわー、もう気持ちで負けてます。はい、巨人師匠の言葉を借りるとも漫才は気持ち、はい、お前はクイズも気持ち、もうあかんわってなってしまってる、うん、気持ち立て直して、はい。ではお笑いの問題です。現在 YouTube で話題となっている元プラスマイナスの、プラスマイナスの金光隆さんが自身の YouTube チャンネルで上げたオール巨人師匠のモノマネで何をしている動画でしょう。お、うつみ。あれですよね、ハイエナされそう。ビッグベンベンベンみたいなやつ。違います。サービーブリンバンバンボン。正解。最悪や。ごっついハイエナ。最悪や。ほぼ置いていった。ほぼ置いていった。最悪や。ビッグベンベンベン大便。でかいうんち。ビッグベンベンベン。ブリンバンバンボンを歌っている。ブリンパンパンボンとして歌っているという。すごいですね。あれすごいもんな。あれなすごいよな。なんかや RG さんが、RG さんとコラボでやってはるやつ、ね、めちゃくちゃおもろい。サージそれ見たことなかったけど、はい、肉が置いてあったからハイエナガッといっちゃいました。はい、止まることができず。それなんやろなってこいつ言えてないやつ、それなんやろなって絶妙な。ちょうど間違えないすぎたな。いいね、いい勝負。わ、3対4か。うわ、うん、リスナーさんの3で巻き替えさせてください。いきますか。並びたい。よし。じゃあリスナーさんの3の問題です。なぞなぞです。うわ、千葉県のランチ屋さんがいただきましたね。ありがとうございます。うん、でも早押しかもしれないですが、飛行機に乗っている人の中で一番おしゃれなのは誰でしょう。飛行機、うん、あうつみ。ラッキーラッキー。服装重視。正解です。もうすごい。ラッキー。これラッキーやね。これもラッキーやね。これな、申し訳ねえわ。どういうことですか。これもう今日は運がちょっと、うん、うつみの方に向いてますわ。何ですか。いや漫才のね、はい、それこそね、元プラスマイナスさんの、そうそう、これびっくりした俺みたいな問題。元プラスマイナスさん、はい、まあ、プラスマイナスさんの時の漫才の中で、はい、その服装重視と、服装重視っていうのをかけるネタが下りがあるのよ。うわー、そうなんだ。全部つながってる。今日めっちゃつながって、俺これ見た時ビビったもんな。これ津村さんの作戦ですか。そんなことはない。絡みすぎで複雑に絡み合ってる。金光さん出てきて、巨人賞出てきて、全部伏線一個一個回収して、服装重視で天王寺も言うて、なんか一個の作品になってますけど、すごい、一個ずつ全部フックがついてる感じ。全部知ってたわ。そうだからな、ちょっと早押しになるかなと思って。服装重視、そういう、わ、服装重視、服装重視なんですね。もうじゃあイントロブリンバンバンボンとかじゃないですか。これ怖いね、そうなったら。メッセージとかじゃないですか。そうなったら怖いな。全部つながってる。やったー。うわー、さあさあ5対3、まあ、5-3ですね。勝利確定。
うわ、でもイントロ。でもイントロが残っていますね。いや別にもう十分嬉しいけどな、別にこれで。楽しみましょう、イントロ。これですよ。じゃあイントロ。週間のお楽しみ。はい、では、イントロの問題です。この曲のタイトルは何でしょう？いいですね。いいですね。え、何？何でしょう？いいね。はい、あ、もう知ってます。あ、うつみがこれは出そう。サワディはちょっとまだ難しいか。いや、何にも来てないですね。はい、来ました。ケツメイシ、友達。正解です。よっしゃ、これは会心。これは会心。知らないですね。あ、うわ、2002年リリースだから、ちょっと確かに。いつもより古いかも。4年後ね。え、これの、え、じゃあ一回ちょっと長いバージョンみたいなあります？ちょっと聞けます？最初から？どうですか？もうあの、あ、これはで、見たことがないと思う。レレ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 ってね。あ、そうなんや。時代や。ちょっとじゃあ今日はちょっと回ってなかったか、サーディの方に。いや、もう完全にでももう流れ含め全部来てましたね。全部繋がってたな。ということで6対3で宇都宮の勝利。いや、ありがとうございます。敗勝。ちょっとこれはもう。セクシーから俺やったな、なんかそういう。確かに、うん、ビッグベンベンベンでやばかったけどね。一回流れ全部落としたけど、ね、揺れましたけどグッとこらえて。やりましたよな、やっぱな。やりました。気持ち、気持ちか、気持ちか。繋がってたね、うん、全部繋がってました。服装重視、俺笑ってもったな、問題見た時に。ちょっと止まってましたもんね。そう、これは早押しっていうか、もうプラマイさんすぎるなと思って。服装重視の、あってんな、あったのよ。ほんまにめっちゃ悔しいです。ちょっと次頑張ります。ありましたね。よし、このコーナーではリスナーの皆さんからのクイズ問題募集しております。メールは mb@abc1008.com、ファックス、おはがきでもよろしくお願いします。お便りを採用した方には番組グッズ3点セットプレゼントいたします。以上、 M1 王者 VS ミス東大クイズグランプリでした。ミルクボーイの火曜日やないか。番組では皆さんからのメッセージを募集しております。メールアドレスは mb@abc1008.com、mb@abc1008.com です。さて、ここからはリスナーが言うにはです。今日は作戦を立ててやったことでメールをいただいています。広島市の片に小錦さんですね。ありがとうございます。片小西さん、会社の先輩に、お前好きな子がいてもデートとか誘えないんだろ、俺がセッティングしてやるということになり、先輩がデートの作戦を立ててくれましたと。男性2人女性2人で食事会をする予定で、予約を入れる、私とデートに誘いたかった会社の女性で先にお店に行く。すると合流する予定だった会社の先輩の男女2人がお店に急用が入ったので2人で楽しく飲んでねと連絡を入れるという台本でした。うん、めっちゃベタない。お分かりかと思いますが台本が荒いですよね。まずただね、荒いんやけど、まず私が予約していたお店を間違えて、これちょっと片谷小西さんの方もあれやな、はい、お店を間違えて時間を過ぎてお店に着いてしまい、お店の方が本当に来られるんですかというモードになったところでキャンセルの電話が入り、めちゃくちゃ険悪なムードで食事が進みました。デートの雰囲気どころではなく、必死に出された食事を食べ4人分の代金を払って帰りました。食事は美味しかったです。作戦の荒さだけが残念でした。おーあ、ちょっとそうやな。なるほど。そう、店には店は協力してないってこと、これ。店協力してないね。あんな、ただただ2人キャンセル、2人キャンセル急な。そりゃよくない。これそうですね、お店に対しても、うん、店にはもう「に」って言うといて、でも一応読んでいくっていうことにしてとかじゃなくて、ちゃんと読んでいって「に」キャンセル。いや、それはこれよ。でしかも片に小西さんは間違えた店行って1人やん、その人最初。だどうやろうな、そのことを2人で店間違えて1人で待たせてたって書いてないから、その女の子1人で待たせてたっぽくないから、2人で遅れて行ってもって、で残り2人もほんまに来るんですかって、店側ももう2人が遅れてきてもんやから、そもそもほんまに4人来ますかっていう感じだったのかなとか。どうなん、1人待たせたら食事、その子も怒るやん、もうなんで私ずっと1人なのっていう。
もっとやばいことになってるよな。うーん、2人して遅れていってしまい、お店側も、まあ、誰も来ないやんって、バンバンご飯出されてめっちゃ腹でかい。すごい、なんかわあ、ちょっとそんなあれな新喜劇だけの話かと思った。こういう作戦、俺が帰るからとか絡まれるからとか、やっぱうまいこといかんねんな。いかんねんね。なるほど、でもいいね、ちょっといい思い出というか。うん、奈良県の気まぐれハニーさん、女性の方ですね。ありがとうございます。私は第一子の出産を8月下旬に控えているとのですが、我が家には1歳の猫がおり、うん、その子が赤ちゃんに嫉妬するのではないかと思い作戦を立てています。なるほどね、よく言うよね、こっちパターンもね、あるよね。獣医さんにも聞きましたが、うん、やはり犬や猫も新しくやってくる赤ちゃんに嫉妬して体調を崩したりいたずらをしたりするようで不安です。なるほどな。猫と赤ちゃんが初めて対面するときは、うん、赤ちゃんをベッドに寝かせ猫を抱っこして対面させるといいとアドバイスを受けたので、その作戦で行ってみようと思います。猫とは会話ができないので赤ちゃんをどう思うのか不安で仕方がありません。なるほど、余計むずいね。それこれむずいな。そっか、ワンちゃん猫ちゃんも、あ、でも急にやもんな、ワンちゃん猫ちゃんからしたら一緒やな。私だけ可愛がってもらってたのに、なんか来たで、あかんやん、どうなってんねん、でずっと抱っこされてるってなったら撫でてくれやってなるよな。あそこに私がいたのにみたいな、あの腕の中にみたいな感じなんですかね。説明もね、難しいし、赤ちゃん寝かすんやな、で私を抱っこしてってことだよ、猫ちゃんを抱っこしといて、あなたも可愛いよってこう思わさないと。わあ、でも可愛がってくれるって言うけどね、ワンちゃんとかめっちゃ可愛いけどな、ね、あの子供との動画、なんかこう兄弟になるみたいなね、うん、面倒見てくれるみたいな、こう見守ってくれるっていう。俺もさ、その長男息子をまずママに合わせて、その昨日ボンカツでも言ったけど、娘を俺が抱いていく今作戦ね、最初言った、で娘今分からんから一応抱いて、俺がもう何も別に何のことかなって顔で娘を抱いて息子に合わそうと思ってたんですけど、やっぱ娘がやっぱそのどっか脳裏でやっぱりなんでこの喜んでないねんっていうのになったら、思わんて。だからこの作戦もね、このハニーさんも赤ちゃん寝かせられて、なんか赤ちゃんの脳裏にもう猫をさっき抱いてたなっていう、理解しすぎてるやろ。でも俺それな、寝かされて猫抱いてた、何もない顔はせん方がいいと思うで。息子が妹にめっちゃテンション上がってたら、あれおーとん、なんでこんなスンとした顔してんの、喜んでないんかみたいな、そっちもあんまりむずいよな。だから喜びすぎたら息子がめっちゃ喜んどんな、おとん喜んでていいんちゃう。でもなんか喜ぶべきことやでっていう、あ、それを伝える方がええか。そうそうそう、冷めてたら怖いか。パパ冷めてるなって、何、僕こんな嬉しいのにパパめっちゃ冷めてる、そうやね、そっちがめっちゃ複雑な心境になりそうやな、ひん曲がりそうやな。いいんちゃう、ストレートの方がいいよね、素直で、ストレートの方がいいな。で可愛いんやから、どっちもね、それがなかったあれやけど、そうやね、そうやね、難しいね、どっちも可愛いんだから、思いすぎてるっていうね、猫ちゃん問題も難しいね、確かに、あるやろな。そして大阪府のひらじいさんです。ひらじいさんが、女性の方がひらじいさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まさに今計画していることは父の日ですね。あ、ほんまやね、そうよ、もう父の日を 16? 日曜日ですね、はい。大学4年生の娘はクラフトビールの詰め合わせ、いいね。社会人1年目の息子は、これいいね、初めての自分の名刺と、みんなが大好きな餃子で父の日を盛り上げようと計画中です。どんな父の日になるか今から楽しみです。めっちゃええやん、すごいな、喜ばれること間違いなし、なんかおしゃれやね、社会人1年目やから、自分の名刺、わぁ、ああなるほどな、それもプレゼントか、成長実感みたいな感じですね。そうやね、成長しました、ありがとう。これは泣けるな、自分の息子の名刺もらったら、うまいな、パパこれっていうのを、泣け、一泣きも二泣きもいけそうやな想像しただけ で、 名刺がもう涙で、めっちゃいいな。なんか初任給でどうこうっていうのもさ、なんか嬉しいけども、ね、名刺って確かにいいね、大人になったよっていう、なんか完全にびちゃびちゃなのか、もう一枚もらわんと予備の保存用いるね、いるで、大人になったよっていうのがいいね。なるほど。どうするんですか、父の日。もう毎年決まってるもんをあげてますね。何ですか。お酒、お酒、あ、お酒好きやったらいいですね。そう、もう予約してるから、もう終わったようなもんですもう予約して届くようにしてるもう届くようにしてます、早め早めに、まあな、結局だからいつも決まってんのに遅なるもんね。なんか俺も母の日も今年ももう次の日とかになってずれたけど、決まっててもう母の日あんのに
あーってなっちゃうから決めてた方がいいよな、予約して。もうああそうやな、買おうと思って結局ああってなってずれて、なんか次の日その次の日好きなもんがあってくれたら助かるよね。そうですね、あげるものね。お酒しかも種類もねいくらでもこうあるし、腐らへんしね、あってええもんな。サワディとかもなんか私でも父がお酒飲まなくて、はいはい、そっか、そうなんですよ。だから最近はほんまにコメント、まあ、電話か、ああまあ電話で、あの誕生日も7月なんですよ父が。あ近いんや、はい、うん、なんかもう誕生日と抱き合わせみたいな勝手にしてます。なるほどね、また誕生日でっていう豪華に。そうか、6、7やったらもうなんか一緒の感じするもんな。そうなんですよ、難しくて。息子がもしかしたらくれるんちゃう、なんか。いや俺その俺父の、だから去年も言ったかもしれんけど父っていう感じがなかったから、手形、まあ奥さんと奥さんの友達同士で作ってくれて、息子の手形と、なるほどね、なんかあのチェキみたいなの撮った写真の下に、うん、奥さんがメッセージ書いてくれて、はいはいはい、っていうので、うん、ふたなき。そうやったら、それで今年ももうもらって。ってどういうことなんですか。一回泣きやん、一回泣きやんで。あ、そうか、父やんって俺思って。一回泣いてるってこと。めっちゃ思って。で今年ももらったら、今年はなんかこううちわみたいな形のやつにまた手形つけて、あ、もらったんや、メッセージつけてくれて。だから家になんか奥さんが友達と遊びに来てた日があって、俺が仕事で、でなんかまあ普通に過ごしてたよって聞いたら、実はそれを制作してたみたいな。あ、やってくれて。その子の友達の赤ちゃんもそのお父さんに作って、でうちの子も自分のっていうので、う、あ、そう父やなと思って。保育園で何か作りましょうとかあるかもしれないし、あるね、似顔絵とかもね。だ母の日も俺おかんと奥さんにも何か母やなと思って今年あげたわ。ああそうか、逆に母やねんなっていう、うん、そう去年その感覚なかったから何もやってなかったん、ね、で私母やけどっていう、あっホンマやっていう奥さんに言われて、母やでって言われて、あ、そうやなってので、2つ手なの。そうやね、そうやね、やったな。父の日も今年は俺もそのうちわのやつ、息子のメッセージもらいましたね今年は。うん、俺もお父にあげなかった。みんな計画してるわこれな。そうね、うん、ありがたい。まだまだ、メッセージもお待ちしております。ミルクボーイの火曜日やないか。番組では皆さんからのメッセージを募集しております。メールアドレスはmb@abc1008.com です。それでは引き続きテーマメール作戦を立ててやったことをご紹介していきます。はい、枚方市の涙ちょちょぎれ母ちゃんさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。10年前の話ですが、うん、息子が6年間付き合っていた彼女にプロポーズをするので、うん、フラッシュモブをやりたいと言い、私たち夫婦も彼女のことはよく知っていて応援したかったので、腰痛に負けず一生懸命練習して当日を迎えました。家族のフラッシュモブ、これすごいね。友達も大勢集まってくれて、うんうん、フラッシュモブをやったところ、なんと彼女の返事はごめんなさいでした。これは読むのもなんかはばかられる。息子は泣くしもう大変でした。今思い出しても悲しいサプライズ話です。うわちょっとな。なるほどね。成功ありきじゃないの。でも6年付き合ってた彼女ですよね。結婚も意識しますよね。そら話にもなったでしょ、結婚もなとかいう話散々。うそうですよ、ね、フラッシュモブであかんかった可能性ある。いやこの選択をしたあれ、ね、あれ彼これやってくるっていう。しかもお母さんお父さんもやってる。お母さんいつものあのお母さんと腰痛かったし、腰痛いとか言ってたのに、そのお母さんお父さんもやってる。見てられへんっていう、ごめんなさい、冷静になっちゃったんかな。ある、どうこの線は。この家に行くのか突如か突如かわフラッシュモブ。いやいや、それはだから夜何でも人によるというか、嬉しい人もいれば、まあそうですね、うん、ちょっと引いちゃう人もいる。でも彼女のこと知ってたやろ、6年間付き合った子さんが言うぐらいやからな、ええー、なーとか、うん、私こんなんちゃうねんとか、その雰囲気の話は出てたやろ、ね、今までも。フラッシュモブじゃなくても、うん、例えば店でハッピーバースデーサプライズでする時にノリノリな彼女やったんか、うん、これちょっとなんか恥ずかしい、危ないみたいな言うとかでなんか探れてたやろ。分かるよ、分かるよな。た挙句好きやったんやろね、だからフラッシュモブいけるタイプと呼んだんやろうけどな、息子さんは。あ、割とこう明るいというか、そうね、わーっていう感じが良かったはずやのに。
友達とかも踊ったでしょ、どんな空気なんやろね。海外の話、日本だね。すごいよ、ね、これは。どうして解散するのかな、ごめんなさい、言った場合成功したらわーってそのままダンスチームさ、うん、おめでとうって言ってなんか写真撮ろうとかいけるけど、ごめんなさいやったらそうやな、お疲れしたっていう、それぞれいやもうわーって逃げるんじゃんそれも込みで出上げて出上げて走ってわー帰らんのそこに、確かに、うわー、また二人だけにされてお疲れありがとうっていう、へー、残念残念残念、衝撃が強いですね。まあ、ちょっとこのね、でも驚いた話としてはだいぶでかい話を、ごめんなさいやったけど手に入れた、あれかな、その後まあ考えたとかあるんかも、後日談もあるかもしれんけど、ここでバンって終わったのか、でも悲しいサプライズって言ってるからなそうか、難しいね。いやでもすごいね、こう愛する気持ちやん、そんなフラッシュモブに参加、そんなええわって言う、冬で素敵ですよね、涙調子を切る感じすごいね、ありがとうございます、ありがとうございます。そして兵庫県の、ラジオネーム子供の頃からのび太くんさんですね、ありがとうございます。私が高校生の時、運動会で棒の先の旗を10人で取り合う棒倒しをしていた話です。クラス対抗で3回行い2回勝てば勝利。私たちのクラスは作戦を考えて8人で攻撃、守備の2人はエッサエッサと棒を持って逃げる棒逃亡作戦で勝ちました。棒が逃げてはいけないというルールがなかったのでまずは1勝、しかし審議となり棒はその位置になくてはならないというルールに改正されてしまいました。そこで2回目は守備2人のうちの1人が軸を押さえて地面に固定、もう1人が棒の先を持ってコンパスのように回り続ける棒コンパス作戦で勝ちました姑息ではありましたが勝ちは勝ち、あんな楽しい棒倒しが今は実施されなくなったと聞きます、寂しいですねすごい棒倒しの作戦、あ、そうやな、もう引っ張るだけじゃなくて考えてんね、棒逃げたら、まあ、確か倒しようないもんね、持たれて逃げてたらわーって行くからええんであって棒逃亡作戦、棒コンパス作戦、逃げへんけどその場で回り続けて、だってもう半分倒れてるもんね、斜めにされてたらもう、そうですね、それ以上やるようないもんな、そうやな、そこまでして本気で勝ちたかったっていう、棒倒し確かなかったか、俺もなかったな、あ、なかった、棒倒しあんまり記憶がない、俺はあったわ、ありました、あった、その地元のその祭りと掛け合わせて、あ、棒を倒した後に最後みんなで棒を取り合った後、最後みんなで棒をね、なんか紐で巻いて、その上に人が乗って担いで、祭りみたいな感じで、最後何でも祭りおみこしみたいな感じで、最後もみんな一緒に日本の棒を、日本の棒を紐くくりつけて、はいはいはい、ほんならもう言うたら20人ぐらいがこう担げるやんか、それを両端でな、でその上に2人乗ってあの担いで、で太鼓がまた用意されて、その太鼓のやつがおるっていう、別競技、フリーや、ま、もう倒しフリーやったんや、祭りがしたいだけ、うん、祭り以外の時も祭りしたいだけっていう、で、そうなんや、まあ、伝統の、てか音楽会とかももう祭りやで、大きいそのお祭りで担ぐやつに乗ってる太鼓が出てきてそれをやるっていう伝統の祭りの地域、でもあるんかな、まだあるんじゃんそれは、うん、その地域やったら俺そこそのが、まあ、言ったら、そのめっちゃ見せ場やから、うん、卒業アルバムとかにもその写真が載るのよ、はいはいはい、みんなの全体的にこう祭りみたいなのをしてるとこ、そうやな、俺その時めっちゃ恥ずいね、パンツがな裸やねん、みんな上男は、おで、あのハーフパンツ体操ズボンやけど、はいはい、パンツがね上に上げすぎててね、あ、当時そのプレイボーイのあのシルクのシルクの、うん、うさぎのシルクのパンツ入ってたから、これパンツやな、これシルクや、これシルクやね言うて、おかんが剥がしてもらって、それがちょっと上にこの三段腹の一番下あたりに俺のそのプレイボーイのシルク、お腹を隠したかった、お腹を隠したかったから、パンツを上げてた、そうそうそう、それがブリーンってなってるのが抑えられてんのがあれはずいねんな、卒アルに、卒アルに残ってもらうね、あるとこあるんよね、やな、うん、いいですね。そして天ヶ崎市のいつもお腹はワンパックさんですね、ありがとうございます、ありがとうございます。妻は絶叫系の乗り物には全くダメで乗りません、うん、娘は高校生になり USJ に行ってみたいと言い、誕生日祝いで妻のお金で行くことになりましたが、うん、妻は参加せず私と娘で行くことになりました。
私は絶叫系アトラクションは大好きで、妻が乗れないので全く行けず乗れませんでした、うん、そこでこの機会を無駄にはできないと思い、ワンデイパスから差額を支払い年パスを購入する計画を娘と相談しながら決めました。当日ワンデイパスから年パスに切り替え、しれっと2週間後期限を見ながら年パスを買ったことを妻に伝えました。妻は私にも何か買ってと言いながらも承諾し、娘と月に1回は一緒に行っています。年パスを全額2人分は私には身が重く、作戦を立てて年パスをゲットでき、月1の娘とユニバーデートをゲットできました。そうやな、でもその家族の中のお金なんですね。そうやな、どう、誰がどう年パスを持った誰が年パスを持って今誰が年パスを失ったの、うん、そう今そうやね、こっそり買ったけど妻にも買ってよってなって、結局全部年パス買わなあかんみたいになっちゃったよな。なるほどな。誰が損したの、ね、誰がジェットコースター乗れるの、算数の問題ね。難しい、まだまだメッセージもお待ちしております。ミルクボーイの火曜日やないか。番組では皆さんからのメッセージを募集しております。メールアドレスは mb@abc1008.com です。さて、いろいろメッセージいただいていますが、うん、作戦を立ててやったこと、はい、こちら和歌山県のオレンジプラムさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。私が作戦を立てたことはまさに娘についてですと、うん、やっぱりお父さんというものはとにかく娘に冷たくされるようなところがあるので、かわいそう、娘が生まれてからずっと一緒にお風呂に入り、うん、保育園のお迎えや寝かしつけを率先してやり、うん、お父さん子にしようと頑張りました。おー、なるほど。がやっぱり女の子はおませさんなので、うん、小学校に上がる頃から手をつないでくれなくなり、早いな、2年生でお風呂に入ってくれなくなり、4年生で50歳のおじさんがお父さんって嫌やわと冗談とも本気ともつかない感じで言われています。はあ、4年生か。今は成人した後にお酒でも一緒に飲めればと作戦を変更しました。ちょっと間空くんやな。ちょっと心折れたな。間空くんと。そうか、だからそうやん、ちょっとそういえばなら今38でしょ、38、12歳で50、4年生やったらそうやね、6年生で50、6年生、ほんな周りのもしかしたらお父さんより、まあ、今どうか上がってるかは知らんけど、でも上の方ではある人やな。でも言ってたやん、ほんま息子生まれた時、うん、もうちょっと薄毛なってハゲてきても、いやそうや、ね、別にええって言っててん、もう娘となったら変わってくるで、ね、ハゲてるやんってなったら嫌やもん。じゃあ作戦変更をせなくてな。あ、これちょっと奥さんは別にええっていうね、もうハゲたらええやんって、もうまあまあな。娘って考えてあげてよ、娘の参観日とか行ったりしたら。でも芸人やでって言おうかな。めっちゃ芸人やでって。芸人やからっていう。ちょっとでも、もしかしたら、ね。いや、それ俺それ思ってて。息子やったら別にええけど。もうええねんええねん言ってたけど。そうやねん、俺それはね、感じてたのよ。娘かっていう、娘かと思った時に感じてて。息子息子やったらハゲたくないと思って。絶対ハゲたくない。急にそう思いが芽生え始めて。でも一回ハゲてもええって言うてもうてるから。そんな別に。神様聞いてるわ、もう。どっちの神。髪の毛、いやいや、もう天の神様が、いやいや別にそうでも何の治療でも何でもしますっていう。かわいそうというかな、話変わってきたな、女の子、まあええやろ、ええやろ、別に自慢のパパやったらいいんじゃない、そんな、まあまあそれはもちろんね、そうなるためにやねんけどな。でもそれをほんま思った息子の時とちょっとそこちゃうなっていう。太れへんしハゲれへんなっていう、そこも全部思ったな、汚くなりたくないってそれならんといてくれよ。芸人舞台立ってるわけやから、ボー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 ではこんといて、それ綺麗にはしてきて、それ思った、まずそっちがあるからレベル感がなんか、ね、変わってきます。男女全然違う、やっぱこれは。いやちょっと今日スペシャルなね、プロデューションを来ていただきましたし、師匠ありがとうございました。駒場さん本当におめでとうございます。それではこの後は裏の裏まで裏川です。さようなら。